2022年12月30日、今年もあと1日。熱狂と浸水できるリングに集いし、33人の選手たちがここグレートのリングで熱いドラマを繰り広げる。最終戦を泣き面で終えるか、それとも笑顔で終えるか、積み重ねてきた努力のみが知る。グレートバージョン4、グレート所属16人の選手がここ東京ドームシティホールにいざ降臨。2022年12月30日、東京ドームシティホール、グレートバージョン4オープニングセレモニー。 DJ プレイで会場をたっぷりと温めた山村武弘、そしてバルクオーケストラ、現在グレートのダックチャンピオン、 G インフィニティ王者のチェック島谷、そしてディレクト UWF 専属所属選手福田麻也に続いて、今度は16セカンズ東條潤。今日の TDC ホール大会、ディレクト UWF のメインイベントで戦います。飯塚優です。さあ、運命のタッグタイトルマッチ、もしも敗れたらストロングハーツを去らなければいけません。鬼塚一誠、そしてのびのびと、まさにこの背中から生えた翼を広げるがごとく、このリング上の大空を飛んでいくか、渡辺壮は。チェック島谷とともに G インフィニティ王者タッグチャンピオン、バルクオーケストラは俺が背負う、田村隼人です。そして UWF ルメインイベント、16セカンズ井口哲也、あのライバル飯塚優と UWF ルールで雌雄を決します。伊藤孝則、運命の戦い、この TDC ホール、あのバカサバイバー青木真也とディレクト UWF ルールで激突します。伊藤孝則。さあ、そして今日はカズ林とのタッグで、あの新日本プロレスロス・イン・オ・ベルナ・ブルステハコンと対決、ストロングハーツ T ・ホモ。メインイベント G プロレスインを背負って立つチャンピオン、 G レックス初代チャンピオン、本日7度目の防衛戦に臨みます、エル・リンダマン。グレート、そしてディレクト UWF のプライドをかけて、岩田美香の前に立ちます、宮城美智子。 T ホークとのタッグで新日本プロレスと激突、デビュー30周年イヤーを締めくくろうとしているカズ林。オープニングマッチ、ディレクト UWF ルールで藤原ライオンと戦います、田中実。そしてこのシーマ、本日あの噂のルイージ・プリモとの禁断のシングルマッチ、たとえ相手が誰であってもグレートを背負い、そしていつ何時どこであってもグレートする男、それがシーマです。いよいよです、2022年グレートの戦い納め、始まろうとしています。伊藤孝則選手よりご挨拶申し上げます。
TDC ホールへご来場の皆様、そして YouTube 配信でご覧の皆様、こんばんは。昨年に続きここ TDC ホールへ帰ってこれたこと大変嬉しく思います。そしてそれはグレートを応援してくださっているファンの皆様のおかげだと思います。本当にありがとうございます。2022年今日まで全力で突っ走ってきた。そして今日はご覧、川上隆一、そして一馬坂本組んだ全員でここまで突っ走ってきた。今日はその二人も思いも背負ってここにいる全員がグレートする準備できています。あとは皆様がグレートする準備ができてるかどうかや。YouTube 配信のご覧の皆様、そして会場の皆様、グレートする準備できてますか？まだまだグレートする準備できてるかおい！おっしゃー、いきますよ！ TBC オール！グレートしようぜ！2022年、今年最後の戦い、選手会場。この配信のご覧の皆さんも思いっきりグレートしていきましょう。泣いても笑っても2022年グレートできるのは今日しかありません。思い残すことがないよう、選手もそしてファンも全身全霊でグレートしていきたいと思います。 12.30 TDC ホールグレートバージョン4、まもなく開幕です。第1試合、レレット UAW シングルマッチの15分一本勝負、田中実対藤原ライオン。第1試合、レレット UAW ダブルアウト20分一本勝負、宮城美智子福田麻也組対岩田理香鈴木優奈組。第3試合、レレット UAW セミタイトルシングルマッチの15分一本勝負、伊藤孝則対青木真也。第4試合、レレット UWF シングルマッチ30分一本勝負、飯塚優対井口哲也。第5試合、Gプロレスリング6人タッグマッチ20分一本勝負、グリンゴの子佐藤圭一エアントトンション純 VS セプティモドラゴンジャック・カートビル渡辺相馬。第6試合、 G プロレスリングシングルマッチ15分一本勝負、クワイエットストーム VS
第7試合 G プロレスリングアメージングシングルマッチ30分一本勝負、ルイージープリモ VS シーマー。第8試合 G プロレスリング G インフィニティチャンピオンシップスリーウェイマッチ30分一本勝負、挑戦者鬼塚一成入江重弘 VS 挑戦者ユータニーフラミータ VS 第2代チェックチェック島谷田村隼人。第9試合 G プロレスリング特別試合タグマッチ30分一本勝負、勝林 T ホーク VS ブッシー第10試合、本日のメインイベント G プロレスリング G レックスチャンピオンシップ60分一本勝負、挑戦者石田海斗 VS 初代チャンピオンエル・リンダマン。以上全10試合となります。皆様最後までぜひお楽しみください。リレット UWF ルール、シングルバウトは15分一本勝負で行う、ダブルバウトは20分一本勝負で行う。またタイトルマッチ、トーナメントの決勝戦や大会メインイベントは30分一本勝負で行う。勝敗はギブアップ、タップアウト、 KO、 レフェリーストップ、ドクターストップ、ポイントアウト、 TKO、セコンドによるタオル投入、反則行為、試合放棄、ノーコンテスト、ファイブロストポイント制、競技者の持ち点は5ポイント、時間切れの場合はポイント差で勝敗が決まる、ダウンとロープエスケープで1点のロストポイントとなる。相手の攻撃によりダメージを受け、足裏以外がマットについた場合ダウンとみなす、レフェリーの裁量により判断。足裏以外がマットについたグラウンド状態でのキック攻撃は禁止。顔面への掌底、ボディへのパンチは有効。ロープエスケープは選手の自己意思によりロープをつかむ、手首、足首をロープ外へ出した場合に認められる。ダウン、ロープエスケープをした際はスタンディングポジションから試合を再開する。反則行為は頭突き、肘打ち、金的、噛みつき、頭髪を引っ張る行為、脊柱、脊髄への攻撃、ヒールホールド、クロスヒールホールド、通常のアンクルホールドは有効技として認められている。拳による顔面への攻撃、前腕部での攻撃は有効、4点ポジションでのあらゆる打撃攻撃、3本以下の指をつかむ行為、ニーパッド、レガースを着用していない場合は膝蹴り、キックによる攻撃は禁止とする。前蹴り、サイドキック、後ろ回し蹴りなど足裏を使った打撃攻撃は有効とする。グラウンド状態で下の選手が蹴り上げる行為、足でプッシュするのは有効とする。ダブルバウトでは試合権利者以外のカットプレー禁止、ダブルバウトではダウン中の状態でのタッチは認められない。反則行為があった場合、レフェリーがカードを提示する。イエロー、注意、減点1、レッド、減点1、失格。選手のダメージ、
レフェリーの裁量により判断。公認でいただいています。長くはより田中実選手の入場です。対するグループから UWF ルール技術責任者の肩書きも持っているスペシャルワン田中実の登場です。現在キャリア28年、ついに50歳にたどり着きました。だがまだまだそのバイタリティは衰えるところを知りません。先日 12.14 後楽園ホールでのグレート MMA、 このキャリアこの年齢にして初めての MMA ルールにも足を踏み入れました。そこでは敗れはしましたが、出直しの一戦となるこの UWF ルール、あの鋭いテクニックが炸裂するでしょうか。オープニングマッチ、リデット UWF シングルバート15分の勝負です。それでは本日の放送席です。解説にはグレートチャンピオンベルト管理委員会、そして G プロレスリング部門コミッショナーの吉野正人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあゴングです。吉野さん、この藤原ライオン選手は、はい、まあ、あの藤原組長の藤原姓を、ね、名乗っているんですが、はい、田中実選手は、ね、プロフェッショナルレスリング藤原組の出身ですから、ね、はい、それを聞いて、ね、このシングルマッチを見るとまた見方っていうのも、ね、変わってきますよね、はい、同じ死を持つ者同士、はい、このグレートのリングで再びその線と線が交わります。田中実選手は先日のグレート MMA 和田拓也戦で悔しい敗北を喫しただけに、ね、はい、そうですね、出直しの一戦となります、はい、田中選手も、ね、50歳になられて、まあ、そこから、ね、グレート MMA、まあ、リレット UWF、まあ、G プロレスリングはもちろんですけどね、幅を広げて戦いをしているというのはすごいなと。挑戦をし続けてますよね。戦いに対して非常に貪欲です。それに対しては藤原ライオンも同じです。2021年、昨年の6月からこのグレートに参戦しています。
戦いの場をもっともっと広げようという、その藤原ライオン、そのためにはこのグレートドリームで結果を出していきたいところです。まだロストポイントは両選手ともありません。この藤原ライオン選手はキック、空手、合気道、キャッチレスリング、柔術などさまざまな技術を、はい、ベースとしてリングで戦っております。はい、田中選手を、ね、相手にどのような試合を見せてくれるか楽しみですね。打撃でいくのかタックルでいくのか、それを絞らせないか、うん、おー、重いミドルキック、あーっとハイキック、今いい角度で入りました。危ない倒れ方をしたぞ田中ミドル、ちょっと動けないか、あ、今リアクションする、前に崩れましたね、はいはい、ちょっと頭のところかするようにね、そうですね、ハイキックが入ったんで、これまだダメージ残っていますね、はい、スパット、とにかく先手先手で行くしかありません。後手に回ると危ない田中ミドルです。フロントネックロック、まあ、やはりね UW ルールの場合はああいったダウンをもらうと立て続け、おー、藤原アームバーです。一瞬の隙見逃しませんでした。今度は腕十字、非常に積極性がありますね藤原選手。そうですね、さっきの蹴りもすごく重たかったですね、はい、伸びてすぐに上半身を上げるが、これはエスケープするしかなさそうです。さあ決めに来る、危ないですね、危ないですね、立て続きにポイントを失う田中ミノルです。残り3点、一発大きいのをもらっちゃうとズルズルいっちゃいますね。そうですね、やっぱり流れがね変わってしまいますからね。逆に藤原ライオンにとってはこれチャンスです。もうここは一気に決めていきたい。この軌道のミドルキック、ハイキック、非常に見極めづらい。キャッチした、お返しのハイキック、これはこめかみに入りました、うん、いい角度で入りましたね。立ち上がれるか、まだ足がふらついている。ファイティングポーズ、ファイティングポーズ、取った、ポイントではまだ藤原ライオン持っている。さあここから飛びついての日差し石固め、先ほどの流れと同じようにお返しで次はサブミッションを決めていきます。藤原ライオンピンチです。伸ばされる、もう一度膝十字固め、苦しい。ライオンここでタップアウト、田中ミドル逆転勝利です。いやー、ちょっとホッとした表情を見せました田中ミドル。そうですね、まあ、最初ねちょっと藤原選手のペースでねだいぶ押されたところがありましたんで、まあ、ハイキックからですね、はい、一気に盛り返しましたね。ダメージは間違いなくあったと思うんですが、はい、それに引っ張られることなく、まあ、気合というものもあったかもしれませんが、そうですね、まあ、前回の、ね、やっぱり MMA というの結果というところも、ね、ありましたから、はい、まあ、田中選手としてはもう絶対負けれないというね、やはり2022年勝って締めくくりたいという気持ちは ね、 そうですね、間違いなくあったでしょうから、はい、でも敗れた藤原ライオン選手もさすが重い蹴りでしたね。いや、重かったですね、最初のハイキックね、本当あれで試合決まってもおかしくないぐらいのね、はい、威力ありましたからね。だがそこを気合と根性、そしてテクニックと経験で乗り切りました。やはり戦いには攻めて攻めて勝つしかありません田中ミドル。最後はがっちりと藤原ライオンと握手。敗れはしましたが、藤原ライオンもおそらく来年2023年貪欲にこのグレートに戦いの場を求めてやってくることでしょう。 12.30 グレートバージョン4オープニングマッチリレット UW ルールシングルバートは田中ミドル、最後は膝十字固めで藤原ライオンからタップアウト勝ちです。
第2試合リゼット UWF ダブルバウトになります。このグレートのリングに再び仙台ガールズプロレスリングの衝撃現れます。岩谷か、今日はアルマリブレの鈴木由良とのタッグを組んでリデット UW このリングで暴れようとしています。赤いコスチューム岩谷か、そして青いコスチュームが鈴木由良です。気の強さ、負けん気、喧嘩っ早さは戦場でもトップクラスと言われています。岩谷か、なるほどのように宮城一子、福田麻也組を入場です。対仙台ガールズプロレスリング、グレートははっきりして押されています。それはまるでライフワークかのようにグレートの女子選手に重くのしかかってくる運命、それを自身の力で、練習と実力で弾き返すことができるか。2022年の戦いとその積み重ね、その集大成を今日のダブルバウトで見せ捨てるしかありません。宮城美智子、そしてもう一人、福田麻也です。2022年も仙台ガールズプロレスリングとの戦いは激しさを増していきました。さあ吉野さん、はい、UWF ルールで宮城と福田がきっちりとグレートに勝利を呼び込んで、はい、終わらせられるかどうか。そうですね、これはグレート、ね、注目の一戦ですね、これグレート女子、はいはい、そこで注目となってくるのがこの鈴木由良です、うん、キックボクシング、そして柔術、バックボーンを持っています。格闘家としてデビューしたのは現役中学生時代、14歳です。お、さあ宮城が当然のように岩谷家を呼び込みました、はい、さあゴングです。リゲット UWF ダブルバウトの一戦、このダブルバウトの場合は、はい、このポイントをチームで共有することになりますよね、はい、さあ今日という日のためにしっかりと積み重ねてきたはずです。宮城美智子、それを全部余すことなく岩田美香にぶつけられるかどうか。出し惜しみはしたくない。さあしっかりと岩田も足をかけてテイクダウンは許しません。引き込んでいったのかどうか。上になったのが宮城です。このグレートの戦いは吉野さん、 G プロレスリングとリデット UWF の戦いを並行してやっています。そうですね、これやはり選手にとっては想像以上に過酷ですよね、はい、これは過酷だと思いますね。はい、まあ、僕も21年プロレスやりましたけども、はい、それは経験ないですからね。全く種類の違う戦いを同時進行でやるといったらね、はい、いやそれはえっと思ってしまいますし。そうですね、さらには今回グレート MMA というものも加わっています、はい、おお、この岩田選手の気の強さは毎回毎回本当に痺れるものがあります。これもうなりふり構わないハンマーで、ハンマーいきました、はい、ちょっとあまりにも破天荒な攻撃で思わずダウンを喫してしまったというところか。岩田美香、残り4点、はい、
さあ今度は福田が入ってきます。福田麻也、この福田も 12.14 グレート MMA ではキックボクシングルールで菊池みのりと戦いました。非常にいい戦いを見せましたが、残念ながら判定負け、涙を見せています。まあ、やはりね、福田の場合はこの、まあ、体の小ささというものを ね、まあ、どう埋めていくかだと思うんですよ。打撃のバックボーンは空手があります。おー、タイミングがいい。このね、やはり岩田選手の勝負感が素晴らしい。この岩田選手はもう仙台ガールズプロレスリングで、はい、もう本当にプロレスラーとして育ってきた人なんですよね。残り4点、本当にプロレスを自身の武器としてこの UWF ルールで戦っています。なんて言うんですかね、吉岡さん、やっぱ喧嘩が強いんですかね。いや、どう見ても強いですよね。あとやっぱりこの戦いっていうのは、まあ、重要な部分に気持ちというものがあるんだなというのは、はい、岩田選手の戦いを見てるとよくわかります。はい、さあ、長っ、ここは回転の速い打撃、この一発の重み、このなんていうか、まあ、いわゆるセオリー通りではないと思われる、ね、この荒々しい岩田美香の蹴り、本当喧嘩ファイトみたいですもん ね、当たると怖いですよ。さあ、ここは岩田美香、鈴木優良に変わっていきます。さあ、どんな戦いを見せるか。あ、ちょっと体がビビってますね。はい、鈴木選手の落ち着きがすごいですね。はい、14歳の現在18歳、プロレスのキャリアは2年あります。はい、場数を踏んでますからね。このエプロンに立ってる時のですね、はい、構えというかね、その立ってる姿がね、キャリア2年の選手に見えないようなね、落ち着きがとても18歳には見えないような、18歳に思えないですね。お、仕掛けも早いです。さあ、ここは動いていかなければいけません。この1年間で福田麻也もこのグランドテクニック磨いてきたつもりです。まあ、当初 UWF ルールで戦い始めた頃はどうしてもグランドに持っていかれるとピンチになることが多かった、はい、その弱点をどれだけ克服できているか。あ、でもコントロールされてますね、うまいですね、鈴木浦。福田選手としてはちょっとね、距離を取ってね、戦いたいところですよね。スタンドでの戦いを要求しました。やっぱり体重差もね、ありますからね。はい、はい、福田としてみれば細かく細かく相手のガードを切り崩して大きな一発を入れていきたい。だが鈴木もよく見ています、フェイントを交える前蹴り。おお、ローキック、インローです。さあ、これはガードの上だがローが入ります。おお、これはキャッチしました。さあ、引き込まれました。投げたかったでしょうか、福田麻也。危ない、上手に乗っていく。さあ、伸びた。おー、危ない。クラッチの切り方も強い。そうですね、カットプレーができないですもんね。うん、リレット UWF ルールの場合ダブルバウト、はい、試合権利のない選手がリングに入ることは許されません。おお、顎ですかね、今ね、捉えましたね。タイミング変えました。さあ、立ち上がれるか。あ、ギリギリです。危なかった。さあ、ここはおっと、ダウンを取りました。こういうの怖いですよね、やっぱ立て続けに行かれますから ね。さあ、ここは一気に畳みかけたい福田麻也。ちょっと見て、うわっ、今日立っている立っている立っている。あー、効いてますね。あー、止めた。勝者、福田麻也。レフリーストップ、テクニカルノックアウト勝ちです。勝った、福田麻也、勝ちましたよ。勝ちましたね。いや、もう今ね、勝負が決した瞬間に、先月の後楽園ホールにね、続いて、はい、いや、もうほぼ一人でこの鈴木優良を
打撃で仕留めました。まあ宮地選手もねもういけいけと箱をかけてましたから、はい、そうですね、お前は十分に強いんだということを証明してこい、まさにそう言っていたかのような宮城一子のこの信頼感です。これは岩谷か悔しいですね。そうですね、宮田選手からしたらちょっとね、岩田選手からしたらちょっと不完全燃焼な、ね、ところがちょっとやり足りないというかね、うん、悔しさがちょっと残っちゃいましたね。もっともっと宮城一子と激しくやり合いたいという気持ち、ああ。でしょうね、ここで蹴り負けたというのは鈴木雄大にとっても認めたくない現実です。悔しい悔しいグレードとなりました鈴木雄大、だがこの悔しさが間違いなくまた彼女を強くしていきます。リレット UWF ルーでの女子での戦い、その感情の交差点にまた一つ新しい道が生まれました。鈴木優が来年2023年どんな逆襲劇を見せるのか、それも楽しみです。2022年年の瀬年末の水道橋に東京ドームシティホールに青木真也がいます。青木真也、バカサバイバー青木真也、今年7月同じく東京ドームシティホールリレット UWF ルールで飯塚優と対戦、見事に勝利。これが2回目のグレート、リレット UWF ルール。今日の相手はグレート、伊藤貴則です。グレートの若大将、G プロレスリングでも、リレット UWF でも、俺がこのグレートを背負って立つ。そんな覚悟を毎回持ってリングに上がっています。相手は間違いなく強敵、しかも最強と言ってもいい敵です。さあ7号がグレート180cm95cm、リデット UWF セミファイナルシングルバウト15分1本勝負です。いいね。ヒールホールないからね。オッケーね。ポイントは随時行きます。オッケー。頑張れ。はい。よいしょ。はい。はい。おっと、いきなりフライングニールキックを打っていきましたが、これは青木に余裕を持って避けられました。ブランドボッシュは蹴れねえからな、体な。さあ吉野さん、一つは奇襲攻撃、はい、そうですね、これは成功しませんでした、はい、ただまあこういう攻撃、まあ、その予期せぬ、ね、攻撃というのはいいですよね。そしてこのリデット UWF ルールになりますと青木真也は黒のショートタイツ、そしてレガースをつけます。このスタイルの上青木真也を見れるのはリデット UWF ルールのみ。体格的にも、うん、重さ的にも伊藤の方がある分、はい、まあ、プレッシャーをかけていきたいんでしょうけど、ただもう、はい、序盤から青木選手がすごく楽しそうな表情でね試合されてるんですよね、うん、あ、蹴り合ってる蹴り合ってる。さあどこまで青木真也蹴り合っていくのか、とことんやっていくんでしょうか。
何か誘ってるようにも見えます、うん。まあ、今回の青木真也戦において伊藤孝則コーチからはできないことはしない、ルールにとらわれない、個性を知らなきゃというコーチングアドバイスをもらっています。スッとかわしていく。いやでも笑顔を見せますね、はい、青木真也何を考える。危ない、ハイキックは空を切る。距離を取るときは大胆にしっかりと取っていきます。そしてガードを固める。クリーンヒットは許さない。さあ足を掴んでいく。ロープは掴めなかった。さあテイクダウン、ここからどうする。ゆっくりと、今一瞬アキレスの体勢も見せましたが足を畳んでいきます。伊藤の方はこれ4の字を狙っているでしょうか、それともディフェンスに徹するか。やっぱりね、伊藤選手もこの青木真也グラウンド怖いでしょうからね。そうですね。さあこのリデット UWF ルール、ヒールホールドは禁止されていますが、ご覧のようにクロスヒールホールドは認められています。そのクロスヒールド、ヒールホールド、まだ完全には決まっていません。あ、この不完全な体勢でも重い代表を放っていきますね、伊藤は。今伊藤は打ってこいと挑発したんですが、その挑発には乗りませんね。そこに乗らなかったですね、はい。まあ、不意をつかれましたね。いやでもね、伊藤選手もこの青木真也に心理戦を挑んでいくなんてなかなか大胆ですね。百戦錬磨の MMA ファイター、日本を代表する格闘家です、青木真也。さあこれも何か青木真也の策が見え隠れしているように見えますが、どうでしょうか、伊藤選手もやっぱ迷う部分というのはあると思うんですが、自分を貫けるかどうかです。さあフロントレッグロック、まあ、体重差はおそらくあるでしょうから。そうですね、まあ、やはりね、はい、青木選手が戦っている MMA は、ね、しっかりとクラス分けがありますからね、はい、プロレスの場合は無差別級、そのプロレスの戦いももちろん青木真也は経験していますが、おお、バックを取っている。さあここからどんな形でも青木真也は料理できるでしょう。青木選手の技の移行が早いですよね。うっすら笑みすら浮かべている。これは腕十字の体勢、しっかりとクラッチ、伊藤孝則。ちょっとこれポジショニングもね、そうですね、リング中央ですからね、伸ばされてしまうと厳しいですよね、はい。あ、下から十字を狙っていきます。今度は三角、足も取ってますね、はい。さあこれは簡単には逃げられませんよ。動きません。動こうとするとこの腕のクラッチを切ってこようとする青木真也。この、ね、足をクラッチしているのもね、そうですね、人にとっては難しいですよね。足はねちょっともうポイント落としてもね、ちょっとポジションをなるべく中央に置きたくないですよね、これはね。まあ、決まった瞬間には伸びた瞬間にいつでもエスケープできるようなポジション、はい、これ体が危ない。そして逃げようとすると青木真也はきっちりと伊藤孝則の足をフックしていきます。あ、いけたと思いきや、あれはわーっと危ない。抜けた、抜けてしまったのか、はい、
ただすかさずでしたね、はい、まあ、ロープに助けられましたね。今はこれで伊藤貴則2ポイントを失っています。まだ青木真也にあるオストポイントがありません。あの相手は青木真也です。伊藤貴則は今青木真也と戦っています。思い切りよく踏ん回していきます。さらに差し合い、青木真也の背負っと強引ですが、バックドロップだがダウンは奪っていません。ダウンにはなっていません。ここで青木真也はちょっと距離を取る。ダメージの回復を図ります。吉野さん、ここは逃がしたくないですね、はい、そうですね。あのバックドロップもいい角度でね落ちましたからね。一瞬今青木真也がロープを使いました。これは反則になります。レフリーからチェックが入る。さあこの差し合い、この青木真也、お今伊藤貴則腕を抜きました。肘のあたりを視点にして青木真也が決めにかかっていましたが、さあここは伊藤貴則が思い切りよくいけないのか。おっと飛び込めない怖さがありますよね。おっと決める時は早いですね。残り2点、残り2点となりました。ポイント、この2だぞ。はい、伊藤選手のセコンドの、ね、神野選手が、はいはい、激を飛ばしますけどね、さっきね、プロレスリングバサラの神野正人選手、うん、はい、しっかりとセコンドについています、はい、うん、うさあ一本強い、これはバックを取った。あーロープを掴んだ。これもエスケープになるんですね。青木真也のファーストエスケープとなりました。青木選手としてはもう今不意にロープを掴んでしまったというところですよね。まあ、いわゆる通常のプロレスルールだとバックスープレックスの有効なディフェンス方法ですよね、はい、お青木真也がグラウンドに引き込もうというか、さあこの問いかけに対して伊藤貴則は、ああ立てよ、立て、ちょっと戸惑いも見て取れます。ああ今度は体育座りです。誘ってますね。この難しい相手青木真也に対して自分を貫き通せるか伊藤貴則、個性を貫けとコーチに言われました。あっと一瞬隙を見せた青木、それを逃さない伊藤。15分、一本勝負で争われるシングルバウト、残り時間は5分です。さあこれはリストロック狙っていく。まだ伊藤のこの右腕はお腹側、伊藤は必死になってディフェンスを試みますが、さあこれ背中側に回るとまずいですよね。そうですね。青木は慌てません。さあしっかりとクラッチを反殺、足、おお、なんとか意味になる。危ないでしょ、危ないですね。危ないですよ、この角度。はい。ああ、肩が、まあ足が届かない、足が届かない。さあエスケープか、それともギブアップか。
さあこれで伊藤貴則後がなくなりました。あと1点ですね。エスケープもダウンもしたら、はい、その時点で試合終了。テクニカルノックアウトでポイントアウト待ちになります。はい、ここは強引でも行くしかないか。おお、これはああこれエスケープですね。またスープレックスに対してロープを掴んでエスケープを取られましたが、まだ3ポイントあります。でもそれだけ青木選手もね、伊藤選手のスープレックスを警戒しているということですね。あとですね、やはり今日、はい、昨日ですね、はい、この東京ドームシティホール大会同じなんですが、はい、DDT プロレスリングの戦いで、はい、橋本千恵選手のホームアウトに負けてるんですよ、はい、やっぱジャーマンスープレックスに対する青木真也選手、まだ恐怖心が残っているかもしれません。昨日の今日ですからね。昨日の今日です、はい、おっと危ない、離れ際、さあ背中見せた、危ない、しっかりと顔を守っている。肘痛めだろうな。あーダウンを取った。1 2 3 4 5 6 7、さあ青木真也残り2点です。やっとわからないですよ。盛り返してきました、はい、伊藤選手。さあいったー、ダウン、ワン、ワン、ツー、スリー、まさか青真也立てないか。タッタッタッ、シックス、セブン、エイト、ナイン、ファイティングポーズを取りました。さあポイント1点ずつ、これはもう伊藤行くしかないですよね。行くしかないですね。さあダブルレッグ、ダブルレッグのタックルでしっかりとテイクダウンを奪っていく。ここで青木真也が寝技、こうなると伊藤は力を発揮できない。肩固め、肩固め、青木真也の肩固め。さらに今度はダブルストック、次から次へと狙いが変わっていきます。このクラッチは切らしたくないですね。今度は腕十字、逃げる、逃げる、よく逃げましたね今の。さあラッシュをかける、あとワンダウンを奪えばあの青木真也に対して言うなりの面で勝利となりますが、残り時間1分、残り時間1分、急いでたぞ今、急いでたぞ今。さあどうなってしまうのか。もう伊藤は必死です。だが青木真也も動きません。シングルレッグ、離せよ俺。さあコーナーに縛り捨てて、さあここで伊藤が不意になった、不意になった、振ってくる、振ってくる、残り30秒、また刺して残り時間30秒、こうなると伊藤は動けない。伊藤は離れて打撃を打ちたいんでしょうね。そうですね、だが青木がそれをさせません。さあがむしゃらに打っていく、逃げる、逃げる、逃げる、距離を取る、追っかける、追っかける、残り10秒、残り10秒、さあ最後まで分かんないですよ。伊藤貴則、青木真也を追い詰めたはずなのだが決められませんでした。15分フルタイム、残りポイント1対1でこの試合ドローです。リネット UWF シングルバウト15分一本勝負、青木真也対伊藤貴則、15分時間切れ引けドロー。これを吉野さんどう見るかですよね、はい、そうですね、まあ、この引き分けをこれをもう良しとしてしまうのか、はい、いやこれ青木真也に勝てなかったと思うのか、この伊藤選手の思いはっていうところですよね。勝てるかもしれないというところまで行ったんですけども、ね、うん、とにかく相手はあの青木真也なので、はい、何か意図があったのかもしれないというね。そうですね、そんなね、うなっと言い方もしてしまいますが、でも結果だけ見るなら、はい、あの伊藤貴則が青木真也と1対1のドローですからね、からね、これは立派な立派な成績だと思います、はい、
15分の、ね、時間ドローだけではなくロストポイントも1対1ですからね、はいはい、あの青木真也にギブアップを取られなかったという、うん、この伊藤貴則、そして青木真也は何か伊藤貴則に言葉を投げかけ花道を去っていきます。何を思う伊藤貴則。でも村田さん、あのオープニングの伊藤選手の、ね、挨拶あったじゃないですか、はい、やっぱあそこに、ね、この試合にかける意気込みというのも出てたと思うんですよね、はい、うん、間違いないと、はい、あの深夜から勝つんだと思っていたんですが、はい、勝ちきれなかった、勝たせてもらえなかったのか、心にしこりが残る伊藤貴則の戦い納めです。これより第4試合を行います。アコーナーより井口哲也選手の入場です。第4試合リデット UWF ルール名イベントになります。シングルバウトの30分一本勝負です。先に入場は60セカンズ井口哲也、12.14 グレート MMA 後楽園ホール大会名イベント、あの不動心近藤裕二と戦い惜しくも判定負け、悔しさをかみしめました。あの近藤裕二との MMA の戦い、自身のファイターとしての経験値を大きく大きく積み重ねました。あの時の戦いが今日の戦いにどう生きてくるのか。飯塚優選手の入場です。対するグレート飯塚優、この飯塚もまた 12.14 グレート MMA 後楽園ホール大会、あの中村大輔とグラップリングルールで対決、最後は肩固めに敗れています。同じく悔しい思いを心で噛みしめた飯塚優。改めてこのリデット UWF ルールの戦いでお互いの強さをぶち合います。吉野さん、はい、もう G プロレスリングでもリデット UWF でも、はい、もうこの飯塚選手、井口選手の世代が中心に、はい、そうですね、なりつつありますね。今日もこのリデット UWF のメインイベントですからね、はいはい、そしてまたこの UWF スタイルには強いこだわりを持っている両選手だけに、これもお互い、はい、この UWF ルールだったら絶対に負けたくないと、うん、これ思ってる者同士でしょうね。そうですね、同世代としてね、うん、はい、はい、
さあ30分一本勝負のリデット UWF シングルバウト名イベントです。思い切りよくローを打っていく井槌に対して鋭く重ねるような打撃を打ち込んでいきます。飯塚優さあタックルに入った飯塚です。ここは今飯塚が腕を取っている。しかし飯塚優もディフェンス。取らせません。腕を抜いていく。今度は足狙いクロスヒール、飯塚優が取りに行きます。クロスヒールは OK、 反対にヒールダメだからな。アキレス腱 OK、 アンクルも OK だ。行きます。再びのタックル入り込みますが、これはガブっています。井槌さらにクラッチして、さあ首と足をクラッチ、おーパソー、だがダウンを取られなかった。叩きつける井槌、おーハイキック、崩しました井槌です。3、4、今この数秒の間にすごい攻防でしたね。一気に動きましたね。何か爆発寸前という予感は感じさせる、まあ、ポジションの取り合いでしたが、はい、まあ、飯塚選手もね、先月は鈴木みのる選手とねシングルマッチやってますからね、はいはい、積極的に、この UWF スタイルでも戦っています。先にダウンを取られてポイントを失ったのは飯塚優です。さあコーナーに詰められてコツコツとボディを打っていった飯塚ですが、展開ないとブレイクすんぞ。これはお互いどっちをどうね、おう、フロントネックロック、だがロープを掴んでいる。利用するな、ロープは掴むなよ。レフリーからチェックが入ります。ノーノーノー、ロープをまたぐな、ロープをまたぐな。グラウンドに引き込む、そしてマウントを取って小手を落としていこう。今一瞬でした。井槌が足を取るハーフバストンクラブ、おお、足を絡ませて、さあ裏アキレス線固め、三角締め抜ける、飛びついての万事固めを狙っていきますが、まだ井槌は決めさせません。さあいった、入りましたね、入りましたね。オクトパスホールド、グランドに持っていく、そこで抜けた、今度は腕十字、すぐに回転してエスケープを選択する井槌哲也です。これでロストポイント1、4対4で並びました。いいタイミング、すっと井槌のタックルが飯塚にきれいに決まりました。サイドを取って、ここはちょっとディフェンシブになっている飯塚、まあ、このね井槌選手もグレート MMA では、はい、近藤勇樹選手、はい、そうですね、やって、はい、ちょっと攻めあぐねた上で決定打を入れられなかったという、はい、そんな戦いでしたが、この UWF ルールでは積極性を見せています。はい、行きます。
おお。強引に。スリーパーホールド。決まった。決まった。さあ。これは飯塚は意識は顎入ってますね。でも、はい、でも顎は入ってますね、はい、顎と指はちゃんと入れています。だがここは無理をしない。赤残り3点5分経過、ま、3ポイントありますね、はい、4ポイント3ポイントだからないか。でも井槌は今のでかなり力を使いました。そうですね、結構やっぱり締め技って攻めてて自分もスタミナ使いますからね。やはり先にタックルに入ってくるのは飯塚の方です。スタンディングのアームロック、これはすぐに井槌がディフェンス、これも決めさせない。だがしつこいしつこい飯塚優。おお。あー投げさせません。ラックを取って鋭い角度のジャーマンから、おお、だが飯塚は耐えている。どちらダウン、ダウンを取った選手がダウンですね。はい、2 3 4 5 6、カウントが進む。ダウン残り3点、3ポイント。これで再び3対3、はい、イーブンになっています。お互い3、1、1だぞ。ちょっと消耗してますかね。そうですね、はい、お互いずっと動きっぱなしの、ね、展開が続いてますので、ね、だいぶ息も大きくなってまいりました。あった。それでもなおスープレックスが拒否していきます。足を踏む、スタンディングのアムロッカー、カタチセンター、さあ伸びるか、おお外した、ハイキック、倒れない倒れない、ならバックに待って、スワー、ジャーマンスープレックスホールド。2発目ですね。1 2 3 4 5 6。さあ立てるか、リアクションしないと、立てない立てない、ノックアウト勝ち。勝者イズチーペース。これ聞いてましたね、飯塚優。そうですね、結構井槌選手のブリッジがね、はい、聞いてましたからね、はい、立ち上がれませんでした。リネット UWF ルールメインイベント、最後を決めたのは井槌哲也のジャーマンスープレックスです。まあ、最後あの井槌選手がやっぱりホールドした部分で、はい、結構その自分の体重がね、飯塚選手乗ったような感じになったので、はい、それが大きかったかもしれないですね。がっくりと肩を落とす飯塚優。そして井槌は何か言いたそうですが、何も言わずに今花道を去っていきます。この2人の戦いはまだまだ続いていくでしょう。2022年最後の戦いは井槌哲也に軍配が上がりました。だが2023年は同じようにはいかないでしょう。また飯塚優が狼の牙を剥いて16セカンズ井槌哲也の首にその牙を突き立てる日は遠くはないと思われます。
からはグレート G プロレスリングルールでの戦い、6人タッグマッチ20分一本勝負。さあやってまいりました、渡辺壮真、そしてセーフティーのドラゴン、ジャック・カートウィールです。待望の再来日となりました、ジャック・カートウィール。初来日は5月18日のコーナーケールホール、そしてセプティモドラゴンの方は 7.1TDC ホールでこのグレートに初来日を果たしています。出身アメリカンレスラーでありながらも自身をルチャドールと呼んでいます。 GCW ではチームグリンゴというユニットを組んで暴れています。さあ吉野さん、次から次へとグレートはね、そうですね、アメリカンインディーシーンをねときめくプロレスラーがそうですね、海を越えてやってまいります、はい、もう G プロレスリングのね、もう言ったら第一試合になるわけじゃないですか、もうそこからもうすごいインターナショナルマッチですよ ね、グリンゴロコ入場コスチュームを脱いだらド派手な試合コスチュームが出てまいりました。目に痛いぐらいの勢いですね。楽しいですね。さあ渡辺壮真、相手は強敵です。しかも未知なる相手、手ごわい相手ではありますが、渡辺壮真にとってしてみたら美味しい相手、このグリンゴロコとどういう戦い方をするか、それによっては一気に渡辺壮真の名前が世界に知れ渡ります。軽そうに見えないんですけどね。そうですね、もう最近の外国人選手は体型に騙されてしまいますよね。ティヘラ、これを側転、さらにクローズラインかわす、グリンゴロコもかわす。ここはクリーンにお互いに健闘を称え合う握手。さあ下がってグリンゴロコは佐藤圭一へ、そして赤コーナーサイド、いきなり見せてくれますセプティモドラゴンです。こちらはメキシコルチャドール、いきなり重いエルボーを叩き込んでいく。さあここはスピードでも対抗していきたい佐藤圭一、スッとタイミング外す、だがガラキのボディに一発、佐藤圭一もゼロ戦キック、だがセプティモドラゴンは立っている、かわす足払い、ドロップキックとドロップキック、さあ
ここはお互いに挨拶代わりか。右から次へと変わっていきます。赤コーナーサイド、ジャック・カートウィール、そしてトン・ショジュンです。ジャック選手はですね、はい、5月に初来日して、はい、もう芋を抜かれましたからね。すごいことを残しましたね。来年最大日アメリカインディーシーンもそうですが、 GCW、 そしてあの PWG のバトルオブロサンゼルスにもエントリーするという、はい、おー、まるで旗のようにトンショが足を払っていって高いエルボードロップ。すごいですね、身体能力。もう非常にあの側転側中が得意で、はい、もう側転と側中がこのジャック・カートウィールの通常移動方法とまで言われてますね。さあムーンサルト3連発か。セプティモドロー、おお、かわすがしっかりとトラスティックでカバーしていきます。ああ、だがここで起こった青コーナーサイド、グリンゴロコ、そして佐藤圭一、だがトンショは捕まったまんまです。そうですね、立ちできなかったですね、ここで60セカンドが動いた。連中を見せる。ここにグリンゴロコが加わることがあるのか。今出てきた。さあ捕まえて、パワーある。おー、ミリタリープレスのようなフェイスバスターです。力もありますね。パワーも、動きも軽いし、はい、これ間違いなく止めますね、はい、止めますね、はい、さあここで息を吹き返したトンショー、顔面入りました、ね、今素晴らしいドロップキック。アウトは2。いいリズム、いい流れを作っていた60セカンズ。渡辺相馬に狙いを定めるが、コーナーホイップはこれは拒否していく。やっばサードロープを使ってうまくディフェンスするが、トンショがこれに対応する。もう得点が高い、高すぎですね、高い、飛び越えてしまいそうでしたよ。セプト、炎天自在の打撃、佐藤圭一、ソファフェイント、パーントキック、動きが読めません。読めないですね、どこから来るか分からないですね。さあグリンゴロコ対セプティモドラゴン、これが今日本で、東京で、東京ドームシティホールで見ていることが信じられません。セプティモのスワンバイルテイラー、さあこれはセプティグリンゴロコのプライドを傷つけることになったか。だがセプティモドラゴンが攻める攻める。おおおお、これ吉野さん腕殺しですね。そうですね、すかさずジャベに行きましたね、はいはい、ジャベに捉えたらトンショがすぐに達成に入る。これも見ていた、足を抜けてフットスタンプ、スープレックス狙う、かわした。もうどこが技の終わりなんだか分かりません、はいはい、ジャック・カートウィール戻ってくる、おーおー、坂内、ちゃんとは2。今どうやってロープ戻ってきたんですか、よく分かりません。もう一度見せてもらえませんか、ね、見たいですね、スローで見たいですね、はい、今度はファイヤーマンセリー、これを嫌がる佐藤圭一、バックエルボー、ジャックアートウィール突っ込んでくる、封鎖して背骨折り。ジャックカートウィール対グリンゴロコ、この2人の攻防もね、楽しみですよね、じっくり見てみたいですよね。もう何をしてくれるんだろう、はいね、想像すらすいませんね、はい、足を出してくる、出た、側転からバック転、肩車からミステリオラホイップでいった、さらには傘、胴、裏、がっちり固めた佐藤圭一、カットに入ってくる。いい動きを見せるジャック・カートウィール、セプティモドラゴンが入ってくる。なんだ、
かわして捕まえられない来るかなーテウラーだーさあそして来るぞ今度はトンショが左を加えたムーンサルトアタック。さあここで火がついた渡辺相馬ちょっとこれは失敗したがなんとかリカバリーした。さあならばジャックカートウィル、おお止めましたね。グリンゴロコが止めました。頭脳が違うとここで試合巧者っぷりを見せているか。だがジャックカートウィルは止まらない。トップコーナー、おお今のきついですね。頭突きにいいの入りましたね、はい、うわー2ステップムーンサルトからグリンゴロッコ見事ですね。見事着地ももう100点でしたね、はい、完璧でした、はい、やっぱり飛びましたね。飛びました ね、 ね何でもできるこのアメリカンルチャドールグリンゴロッコ。だがジャック・カートウィルはこの程度では止まらない。さあ今度はジャック・カートウィル素晴らしい。もう吉野さん、はい、1になってみんな飛んでま す、 そうです、ね、しかも難易度の高い技を、はい、まあ、簡単にやってますけど彼らはめちゃくちゃ難しいですよ。こういうのできませんよ。できないですよ。さあジャック・カートウィルがグリンゴの子にとどめを刺していくが、これを佐藤圭一が阻止していく。なんだリング内で飛ぶつもりなのか、それともリング外か。ここにグリーンゴロコが入ってくる。なんだなんだ、ちょっと肩車ですよ。ですかこの状態で、すごい、なんですかこれ、すごすぎる。第6試合、ジープロレスリングシングルマッチ15分一本勝負を行います。はじめに赤コーナーにクワイエットストーンの入場です。第6試合、ジープロレスリング、このシングルマッチは一本マッチとなります。2023後楽園ホール大会メインイベント G インフィニティ選手権試合、このクワイエットストーンは石田海人とのタッグを組んで G インフィニティチャンピオンチームの田村隼人、チェック島谷組に挑戦しましたが、事件はその後起きてしまいました。大事な大事なタイトルマッチ、タイトル挑戦を打ち壊され、そして裏切られた怒りというものはもう誰もクワイエットストームを止めることはできません。続きまして青コーナーよりハントリー・ジャクソンの入場です。その 11.23 後楽園ホールで石田海人とともに出てきたのが、オーストラリア出身、185cm、103kg、この分厚い肉体、力の
塊です。さあクワイエットストームが待ち構える。この2人の肉体がぶつかればどんな衝撃がリング上から放たれるのか。そしてさらにそこには怒りの感情、相手を絶対に許すことができないという怒りの感情があります。このグレートでも自身がナンバーワンであることを証明するか、ハートリー・ジャクソンです。さあ電撃のこの石田軍とでも呼びましょうか、はいはい、ハートリー・ジャクソン加入して、うん、とんでもないユニットが今グレートに誕生してしまいましたね。そうですね、まあ、クワイエットストーム選手はね、まあ、先ほど村田さんからもあったように G インフィニティからねいろんなモイコンが渦巻いてますからね、はい、クワイエットストームにとってもやっと巡ってきたタイトル挑戦だったら、ね、それをぶち壊された恨みは忘れませんし、なんといっても力自慢のクワイエットストームにしてみればもうただでさえハートリー・ジャクソンの目の上のカンコブですよね、はい、外国人選手のねこのナンバーワン争いというものもグレートは非常に面白い、はい、うん、外国人選手ってのも外国人選手同士でかなりのその嫉妬といいますかジェラシー、はい、そうですね、あるそうですね、はい、おわあのクワイエットストームを軽々と投げ捨てました。これでもかとナンバーワンをアピールしていきます。さあ捕まえてボディスラム。リングの揺れ方もですね、はい、この2人が戦うとさすがヘビー級ですよね。すごいですね、はい、まあ、このグレートのリングには階級分けというものはないわけですよ ね、はい、そうですね、いわゆるヘビー級、はい、ジュニアヘビー級、はい、まあ、でもやはり小さい、そして、まあ、機動力のいい、ね、選手が揃っているというグレートではありますが、はい、まあ、だからこ そ、 そうです、ね、こういった試合が一つポンと入ると、はい、迫力がそうなんやっぱり違うなと。うん、あ、吉野さんの現役時代はスピードスタートと言われましたが、はい、吉野さんを持ってないものを彼らは持ってるわけですね。そうですね、もう完全に持ってないですね。でもこういう大きい選手と戦った経験もたくさんあるわけですよね。はい、そこはスピードで撹乱して、そうですね、もうとりあえず動き回ってこれ捕まったら終わるぞ。捕まったらそうですね、どうしても体重差はね、はい、出てしまいますから。だがこのヘビー級同士だともう思いっきりその力を、うん、その技をぶつけ合います。おお、デスバレードライバーすごい、もうリングが今波打ちました。波打ちました、ね、カウントは2。もう真正面から駆け引きなしの、はい、真っ向勝負ですね。削り合いですね。かわす。さあクワイエットストーム、ここは横折りのエビ固め。おお、これは驚きました。まさかの横折りしてエビ固め。これハートリー・ジャクソンも全く頭の中になかったんじゃないですかね。そうですね、とやっぱりあと自分 グリンコロゴなんだ。あ、クワイエットストームだ。クワイエットストームを襲った。なんだなんだ、これはどういうことですか。え、ハートリー・ジャクソンももう分かってるとばかりに、今回グリンゴロコは初ラインですよね。あの 11.23 後楽園ホールでのあの裏切り劇にはグリンゴはいませんでしたが、はいはい、すごい乱入です。あ、なんだ今度は、お、カズマ坂本、カズマ坂本、現在欠場中のカズマ坂本が入ってまいりました。
これはハートリー・ジャクソンとグリンゴロコが結託したってことですかね。ですよね。もっと言うならグリンゴロコが、まあ、石田君に、まあ、仮に加入ということですか。ちょっとまだね、でも今そういう流れですよね。限定はできませんけども、はい、今はっきりと言えるのはハートリー・ジャクソンとグリンゴロコがつながっているということです。はい、試合には勝ちましたが、クワイエットストームまさかの展開に大ダメージを負ってしまいました。お待たせいたしました。 G プロレスリングアメイジングマッチ、なんとシーマはピザカッターを持ってまいりました。分かっています。シーマ、今日この東京ドームシティホールグレートのリング上でルイージプリモが美味しく作ったピッツァをこのピザカッターで均等に切り分けて美味しくいただこうという腹積もりか、シーマです。さあついに我々の目の前に姿を現した、アメリカからやってきた戦うピザ職人、この男がルイージプリモだ。いやー、敵外心あらわです。シーマ、早くそのピザ生地を焼いて俺に切らせろと。ピザを作る者とピザを切る者の激突です。これ切ったら反則ですか。どうなんでしょうね。それ以前にまずこのルイージプリも、はい、このピザ生地を持ったまま戦っていいのかどうかというね、はい、基本的な考え方です。ピザ OK、 ピザ OK、 シーマは認めました。さあ始まりました、シーマ対ルイージプリモの一戦。You pizza, eh? Pizza, man. Pizza, okay. I'm having a pizza cutter. No, no. Yeah, pizza no, cutter, no. yeah. 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 表情が変わりましたよ、ピザカッターに。どうやらやっぱ焼く前には切られたくないんでしょうね。そうですね。凶器。あら。凶器だろ、これ。あっち持ってるやろ、ほら。ピザはセーフ。ピザはセーフ。ピザはセーフ。これは。え、吉野さん、そうなん、はい、チープロレスリングの管理者として、はい、まあ年末やから、ね、ピザは OK ですね。はい、OK です、はいはい、吉野さんが認めました。はい、OK です。これね、確かにピザを目の前で回されるとピザを見てしまいます。はい、その間に簡単にシーマが関節を取られた。お、さすがにルイージプリモ。おー、回す。ハンマーロックを決められたから回します。そしておお、首を固定した状態でまだまだ生地を伸ばしていきます。やはりあの大きさの生地、はい、まあ、先ほどリングコールでもね、はい、まあ、フロムアメリカと言っていましたから、はい、まあ、ニューヨークスタイルですね。ニューヨークスタイルのピザですね、はいはい、イタリアのピザ、イタリアでないですね、ね、イタリアで見たことないですよね、やっぱりこのピザ、はい、もうイタリアといえば吉野さんですからね。ありがとうございます、はい。リストを決められながら、ピザが襲いかかってきましたよ。すごい、自らの肉体のようにこのピザ生地を使っていきます。橋原までね、ピザ生地を回すこと以外にほぼデータがなかったんですが、はい、ただもんじゃないですね。結構ね、あのルイージプリモ選手の情報って意外と少ないですよね。少ないんですよ。あの
SNS でね、はい、あのピザ生地を回しながら戦う姿の動画がですね、そうですね、めちゃくちゃバズったんですが、はい、そのバズった以上の情報が入ってこないんですよね、はい、そうなんです。お、今度はピザ生地ごとドロップキックです。あー、シーマー、シーマー、仮の表情で、仮の表情でピザ縮ましてますよ。エルボードロップ。エルボー。ピザ縮をこねながらエルボードロップ。ホール、ホール。いついかなる時もピザの縮をこねることを忘れていません。離さないですね。やね、うん、さあどうするシーマ、もうここまで一方的な、おお、キャッチした、ブリマー、あー、逆にピザを盗まれた。これはさあシーマのピッザタイムか、返した、あ、スーパードロル、ピザがもう目隠し状態になりましたね。そうですね、ルイージプリモにピザ生地が襲いかかってきました、うん、さあそしてシーマ、食べ物粗末ですね。こういうだから一番粗末にしているのはシーマです。使うなよ、これ、使うなよ、ルイージの、ルイージの、取れよ、なんでだよ、なんでだよ、お前、おい、ここでレフェリー対戦相手はダメなんだな、ダメだよ、体の一部ということでしょうね。そういうことです、はいはい、あ、でもやはりピザ生地を取られてしまうとちょっと動きがね鈍ってきましたね。ピザ生地を手にすると復活する、お、すごい、ピザキャッチがやった、なんだわ、やっぱりピザ生地を取られてしまうと動きが止まってしまいます。ほーれ、投げて取っただけですね。ほーれ、ピザ生地を粗末に扱われて怒りの表情を見せるルイージプリモ、さあ再びピザ生地を手に取りました。さあ対角線、この動き短いです。さあ回しながら突進、笑顔でピザ生地をこれこれ入れ替えて、どん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 セカンドロープ、セカンドロープ、さらに変幻自在に回ってピザ生地 DDT、 さらに回す、ネックブリーカードロップ、完全にピザ生地体の一部ですね。ルイージプリモ選手 の、 あのシューズについてるあのピザ可愛いですね、はい、いっぱいついてますね、いっぱいついてます、はい、もうどれだけピザが好きなんだと、はい、うん、全身からピザ好きをアピールしています。そして拝み渡りならぬピザ生地こね渡り。おい大丈夫か、おい大丈夫か、おい、やめとけ、まさかシーマがこの状態、股間をトップロープに打ち捨ててパーフェクトドライバー、決まってしまうのか。さあ吉野さん、このタフネスさはどのぐらいあるかですよね。そうですね、打たれ強さ、打たれ強さがね気になるところですね。やっぱりピザ生地のようにしぶとくね言ってほしいですよね。粘り強くね。粘り強く、はい、寝てよ、ら、ああ、だがフォールには行かず、あ、シーマシピザ、これで3カウントです。でも吉野さん、はい、明らかにピザのこね方はルイージプリモですね。いや、そうですね、もう2020年の最後にいいもん見せてもらいましたね、はい、すごいもの見せられました、はい、とりあえずピザ生地を持ったままなら、はい、かなりの実力者ですね。そういうことですね、はい、ただこれほどまでに分かりやすい弱点があるのも珍しい。
弱点むき出しですね。むき出しですね。はい、膝肘を失うと途端に動きも動きが弱くなるんですね。もしかすると、はい、あの膝肘が、はい、ルイージプリモかもしれませんね。あっちがね。はい。いやこれ噂以上ですよ、はい、噂以上でした。素晴らしいですね、はい、いやプロレスのね、なんていうんですかね、裾野の広さ、はい、奥の深さ、はい、世界は広いですよ。広いですね。村田さんも明日は年越しピザしましょうか。そうですね、はい、年越しともなら年越しピザ ピザで。だってあれだけ大きく長く広がって、はい、粘り強いんだったら、はい、年越しともと同じその概念で、ね、そうですよね、はいはい、使いますからね、はい、さあ皆さんもきっと今ピザが食べたくなったと思います。みんなでピザを食べてルイージプリモの姿を反芻していきましょう。2022年12月30日東京ドームシティホールグレートバージョン4前半戦が終了しました、はい、さあこの後も盛りだくさんのカードでグレートをお送りしてまいります。第8試合 G プロレスリングタッグ選手権3ウェイマッチ30分一本勝負、田村隼人チェック島谷 VS 鬼塚一成入江慎弘 VS フラミーター優谷、そして第9試合 G プロレスリングセミファイナル特別試合タッグマッチT ホーク和林 VS 真田武士組、そして第10試合は名イベント G プロレスリング G レックス選手権試合60分一本勝負チャンピオンエルリンダマン対挑戦者石田海人となっております。さあこの盛りだくさんのそしてド迫力のカードグレートバージョン4後半戦もぜひご期待ください。これからリング調整でお時間をいただきます。試合再開まで今しばらくお待ちください。
があります。またストロングハーツ、入江、鬼塚組が王座を奪取できなかった場合は、鬼塚一成選手はストロングハーツ追放、さらにブラックジェネレーション、ユータにフラミーター組は凶器を使用したり乱入があった時点で反則負けとなる特別ルールを採用いたします。それではまもなく再開いたします。まもなく再開いたします。バージョン4、これから後半戦のスタート。第8試合 G プロレスリング G インフィニティ選手権試合 3A マッチ30分一本勝負。チャレンジャーチームが一つ、ストロングハーツ、鬼塚一成、入江重弘組の入場です。決して負けることが許されない運命の戦いへ、ストロングハーツ、さあこのユニットのプライドをかけてタイトル奪取を目指します。
青コーナーよりチャレンジャー最後に赤コーナーより第2代チャンピオンチェック島谷田村隼人組の入場です。最後に登場チャンピオンチームです。第2代 GEPT チャンピオンチームバルクオーケストラ田村隼人チェック島谷組です。今宵の戦いベルトを守るのはもちろんのこと、あの 11.23 後楽園ホールで起きたあの事件落とし前をプラミータ、雄太につけさせようとしています。さあ解説の吉野さん、はい、この一戦はタイトルマッチであると同時に、はい、まあ、今話題沸騰のこのグレートの中でのユニット構想、はい、その図式にもなっています。そうですね、3軍、今3軍がね、はい、揃ったわけですもんね。いやでもその中で突きつけられたこの条件、はい、ストロングハーツはかなり厳しい条件を突きつけられましたね。そうですね、鬼塚選手ですよね、はい、はい、最初は負けたらという話だったんですが、はい、先ほどのルール説明で鬼塚一成入江重弘組がいわゆる勝てなかったら、はい、勝てなかったらということはいわゆる王者になれなかったら、うん、鬼塚一成はストロングハーツを追放になります。うん、これはかなりね、まあ、ただ2対2でもね難しいのに2対2対2ですからね、はい、3A マッチです。この 3A マッチというのは必ずしもチャンピオンチームからフォールギブアップを奪う必要はありません、はい、チャレンジャーチーム同士の決着でも王座が移動します。うん、これはこれでチャンピオンチームもねなかなかしんどい展開ですよね、はい、最後にどのユニットが笑いどのユニットが泣くのか、うん、まあもちろんこのブラックジェネレーションクラミータ、ユータニ組、まあ、石田君の勢いをね、はい、キープするためにもここで一気にベルト取りといきたいところでしょうね。そうですね、勢いつけたいでしょうからね、はい、さあ運命のゴングが待ち構えます。ストロングハーツ先発は鬼塚一成、ブラックジェネレーションはフラミータ、チャンピオンチームはチェック島谷。
これ3人同時に戦うことになります、吉野さん、はい、まあ、だから2人が敵ということになるんですが、うん、時にはですね、はい、うん、こういうこともありますよね。そうです、そういうことですね。アミーゴって言ってますね。アミーゴチェック、アミーゴチェック、お願いします。なるのか、なれるのか、そうはいきません。当たり前です。よくあの事件を起こしておいて、はい、バルクオーケストラとストロングハーツにアミーゴって言えますよね。そうですね、お願いしますって言ってましたね、はい、まあ、でもね、吉野さんにとってもこのフラミータは結構関係の深いレスラーですから、はい、そうですね、もうフラミータ選手がもう10代の、ね、はい、頃からしてますからね。こうやって巡り巡ってね、同じグレートで同じ空間にいることになったんですが、はい、まさかこんなことになるとは。そうですね、まあ、かつて、まあ、僕が知ってるフラミータ選手ではね、ないですからね、はい、さあここはスピーディーな展開、お互い一歩も譲りません。まあ、気持ち的には、はい、一番、まあ、楽というか、うん、勢いに乗れるのは、うん、このブラックジェネレーション、フラミータ・ユータニ組になるでしょうね。そうですね、かかってるものがないですもんね。そうですね、うん、でも先ほどのリングアナウンサーの説明だと、はい、いわゆるそのセコンドの介入だったり乱入、はい、まあ、そういったものに厳しくチェックを取ると、はい、まあ、そこは、ね、反則負けにすると言っていましたね、うん、まあ、G インフィニティの、ね、タイトルマッチですから、はいはい、そこは、ね、貫いてもらいたいですね。さあユータニが入ってまいりました。逆輸入日本人ルチャドールです。 11.23 コールケンホール大会でグレートに初参戦、高校卒業後に阪神メキシコへ渡ったそうですね、はい、すごい行動力ですよね。さあこれはレフリーがしっかりと、さあこれに対して、まあどうでしょうね、試合をぶち壊すという選択肢もなきにしもあらずでは、だって試合をぶち壊された時点でこれ鬼塚一成追放ですよね。そうなるんですよね、はい、チャンピオンになりませんよね、はいはい、だからそこのもう反則上等なのか、やはりブラックジェネレーション、まあ、石田海人率いるあの人のベルトは欲しいのか、そうですよね、どの選択肢をね取ってくるのか、ね、はい、取ってくるかというところですね。それにしてもチャンピオンチームの日焼けが仕上がってますね。さすがバルクオーケストラですよ。12月と思えない日焼けしてます。季節感もなしですね、はい、いやまさにバルクが音を奏でています。さあここでユータニとフラミータが鬼塚とチェックを攻め立てます。合体して、発射台を使ってのミサイルキック、さらにこれは変態飛行にいるかブラックジェネレーション、ユータニとフラミータ、素晴らしい。解説席の吉野さんにもアピールしていきます。フラミータ、はい、今の俺を見てろよと言わんばかりの一発です、うん、まあ確かにやることには眉をしかめてしまいますが、はい、彼らの持っている実力というものは本物ですからね。そうですね、吉野さんはこのユータニ選手をどうご覧になってますか。そうですね、まあ、来日したばかりの頃はね、まあ、ちょっと焦りも見えるかなという部分もあったんですけど、試合をこなすごとにやっぱり若いんでね、その吸収が早いんですよね、はい、うん、あとやっぱ心臓が強いですね、うん、度胸があります。その単身でねメキシコ渡ったっていうのもそうですけど、その行動力ですよね、うん、なかなか高校卒業して一人でメキシコ渡るってできないですからね。そうですよね、うん、何かつてがあるならですね。そうですよね、全部一から自分でやって、はい、でも専門の方にしてプロレスラーの道を、ね、目指していく選手もこれからもっと増えていくかもしれません。そうですね、さあユータニ、対策的には一回りも二回りもこの田村隼人の方が大きいが、まともにもらうと暗い、つらい、もろに食らってしまいました。さあレフリーにチェックさせます。チェックしまたには自分がチェックするだけではありません、人にもチェックさせます。チェックしとけよ、チェ
イクしとけおい。さあその隙を伺って雄谷に集中攻撃、ダブルのショルダーアタックル。いいタッグチームですね。チェック選手はねスピードも速いですからね、上背はないんですけどもね、はい、丸くの量とそしてスピードは一級品のものを持っています。さあ今度はストロングハーツのターンです。ジャンピングエルボードロップ TD ベア、鋭さと重さを使っていきます。本当にクマのぬいぐるみみたいですね今。さあかなりのプレッシャーがあると思われますが鬼塚一成でもね、はい、ブラックジェネレーションの方もやはり反則が使えないというのは ね、 そうですね、他のチームにとってはねやはり安心材料ではあります。ただやっぱり実力者ですからね、そこは安心できないですよね、なかなか。さあチェック、チェック、さらにチェック、これはチェックさせない、裏見た、おお、ユータニー、そのイン、そのまとめシューティングスタープレス、カバーに入る、カバーに入る、素晴らしい身体能力、フラミーカです。日本語もすごい覚えていってますね、はい、今カウント早く言ってましたね。ネイティブみたいな感じですね、はい、で、ユータニ選手の方はもうスペイン語ペラペラだそうですね、はい、ね、僕は聞いたことないんですけど、はい、まあ、4年ぐらいですか、はい、メキシコね、はい、いたので、まあ、もちろんその学校にも通ったり、はい、まあ、独学も入っているんですが、はい、一説によると、はい、メキシコ経験のある日本人プロレスラーの中では、はい、まあ、一番うまいんじゃないかと言われてスペイン語で、はい、ちょっとスペイン語で聞いてみましょうか、ね、そうですね、ショルダータックル、ここから回転エビ固め、田村隼人が動いている、ダイビングショルダータックル、フラミータラリアット、これをかわしていく DDT。 さあここにストロングハーツ、この筋肉の塊、田村隼人を止められません。集中していますね、乗ってます、表情がいいですね、まあね、タッグのベルト、はい、そのタイトルマッチをぶち壊されたという怒りは、はい、田村隼人にあるでしょう。お、さあここに、お、そうですね、田村隼人に、はい、真っ向から対抗できるのはこの中では入江だけかもしれません。だがその入江も粉砕される、ユータにミサイルキック。さあ鬼塚一成、ここは奮闘したい、お、見事なオーバーハンドチョップ、さらにこの後フラミータも使う、さあここで来るか、入江を使っていく、崩れ落ちる、さあ入江の時間がやってきた、狙いを定めて3人まとめてキャノンボール、素晴らしい爆発力です。こいついきましょう、こいつ、いいですね、鬼塚選手もすごい積極性がありますよね。そうですね、まあ、リング出るというのはある意味リスクじゃないですか、鬼塚選手とかね、でも積極的にね勝ちにいってますよね、はい、うん、時にはね入江選手をシーズするような形を作って、はいはい、そのリスクを恐れていません、うん、まあ確かに破れれば、破れるというかベルトを取れなければストロングハーツを追放というものすごいリスクを背負ってますが、だからといって鬼塚一成の性格上、はい、影でこそこそ隠れてね、はい、生き残りだけを狙うような、 そうですね、そんな戦い方はしませんね、はい、入江選手に託すようなね、はい、戦いにならないように、はい、自らでね進んでいってほしいですね。この一戦もし乗り越えることができたら、この鬼塚選手にとっては大きな大きなね、はい、自信になるでしょうね。そうですね、
厳しい一発、チャンピオンチームが動いた。田村隼人が鬼塚一成を肩車、ダブルインパクトを狙ってくるところにフラミータが入ってきた。さあこの間に鬼塚一成も田村隼人の肩車から逃れていく。さあまたしてもブレインバスターを狙うチェック島谷ピンチ。そこに田村隼人が加わる。なんだなんだ、このバルクオーケストラに対して2対1だとフラミータ厳しい。さあそこにユータニが飛びつき、フラッテンシュタイナー、素晴らしい、はい、結構距離ありましたからね、はい、そしてフラミータがトップコーナースパニッシュフライ、鬼塚一成エルボードロップと、そしてイニエシフのビーストスプラッシュ、目まぐるしい攻防です。これがスリーウェイマッチですね、吉野さん、はい、そうですね、スリーウェイらしい展開になってきましたね、はい、チャンスの後にはピンチがあり、ピンチの後にはチャンスがある、はい、これが目まぐるしく入れ替わる戦いの攻防の中でどちらがチャンスをしっかりと掴み取ることができるか。ユータニが行く、ヒザフラミート息ぴったりです。ブラッドジェネレーション、ブラックジェネレーション、ダブルのヒップトス、お、それをひっくり返して前から来るぞ、ドロップキック、今度は入江だ、スイング DDT、 ユータニがサッカーボールキック、ない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 、ここでフラミータがまた飛びますね、来ますか。さあ場外に向かってなんとトップコーナーケブローガー高い、さすがルチャドール。そして今度はフラミータがユータニをアシスト。ユータニは何を見せる、トップコーナー正面を向いている、シューティングスター、高度な飛び技を次から次へと繰り出していき、繰り出していきます。さあここからどこのチームが立ち上がるかですね、分からなくなりましたね、勝者が出た時点で決着がつきます、スリーウェイマッチ、はい、ここはユータニとそしてフラミータがやはり鬼塚一成に狙いを定めます。カウントは2、試合権利はフラミータに、コーナーホイップ、鬼塚かました、さあ鬼塚、いやいけない、カニバサミ619ガード、ボディ DDT、強烈、痛いですね、今の強烈ですよ、さあもういいだろうとフラミータがフィニッシュ宣言です。このままベルトを取れず、そして鬼塚一成ストロングハーツから追放されてしまうのか。さあマッスルバスターの体勢、ここからさまざまなバリエーションを持っている、これは暴れていく鬼塚、フラミータオーバーハンドチョップ、気合い戦だがドラスティック、押し込みましたね、そしてそこにユータニが入ってくる、ダブルだ、ダブル、おー、やりまとめてスピア、さあ田村隼人、あースピア止められた、危ない、これをノールで返す、そこにキャノンボール、スピアアタック、さあチャンピオンから取るか、チェックが間に合う、いや追い込んでますよ、エンジン切りかわされた、すごいチャンスですねこれは、ストロングハーツ、ビーストボンバー、これは完全にストロングハーツが流れ作ってますね、はい、完全に試合のそして勝利の流れを今掴み上げています、鬼塚決めるか、あ、エルボー、
だが立ち上がろうとする鬼塚一成、とどめを刺すか、カメラ隼人、フランチャイズサイダー、今度は村見たユウタニがカット、そういうのが誘っている、ユウタニは場外へ、いやエプロンだ、村見た、そこに入江のまとめて場外に叩き落としました。いやまだ鬼塚掴んでますよ、はい、全然いきますねこれね、入り乱れる攻防の中で立ってるのは鬼塚選手なんですよね、はいはい、何も恐れてはいません、この重い田村隼人を上げようとする、全身の力を使って上げたバルクを上げた、だがバックロープに触れる、来るぞラリアット、終わるか肩を割りました、いやーだがこれでチェックが入江シールをカット、そしてブラックジェネレーションのコンフィードチャンピオンチームが勝負を仕掛けた、さあ決めるか田村隼人、ジャック、おお、それを丸め込み、いやそれも読んでいた、ジャックハマー、鬼塚返せるか、返した、まだこのジャックハマー返しますか、ね、でもまだ鬼塚選手の顔死んでないですからね、そうですね、ダメージはかなりあるとは思いますが、その表情にはまだ闘志が宿っているはずです、その闘志を根こそぎ奪ってしまうか、田村隼人、オーケストラ炸裂、決まってしまった、第2代 G インフィニティチャンピオンチーム田村隼人チェック島谷組、2度目の防衛に成功です、そして吉野さん、はい、チャンピオンになるどころか、鬼塚一成が取られてしまいましたということは、これはストロングハーツ追放ですよね、そうです、まあ、山村拓郎も呆然とした表情で見つめています、まあ、追放というか強制脱退ですよね、そうなりますね、残されたメンバー、いわゆるストロングハーツの面々に鬼塚一成を追放する気などさらさらありませんが、このタイトルマッチに定められたルールによって鬼塚一成は離れなくてはいけません、さあこれでしっかりとベルトを守り切ったバルクオーケストラの2人、川上隆一、坂本拓真が不在の中、この2人がバルクオーケストラを牽引していきます、田村隼人が灰を出ててと言わんばかりに、鬼塚一成を足手にしていきます、さあどうするストロングハーツ、ルールには従わなくてはいけません、もう入江慎弘どうすることもできません、何か言葉を投げかけていますが、力を呼ばす、一緒に花道を去ることも許されません、
や2022年のラスト、はい、これは衝撃的な結末となってしまいました。そうですね、鬼塚選手にとってはもう本当にバッドエンドな、ね、展開になってしまいました。ユニットの垣根を越えたタッグチームが完成。勝林、そしてストロングハーツの T ホークです。この大事な大事な戦いを目の前にして、先ほどストロングハーツの仲間鬼塚一成がユニットを去ることになりました。その現実というものをどう受け止め、そして飲み込み、この試合に集中することになるか。 T ホーク、カズ林とタッグチームらしく気持ちを一つにしていこうとしています。カズ林にとってはこの2022年はデビュー30周年イヤー、最高の形で締めくくりたい。だがそんなカズ林、ティーホークの目の前に立つのは新日本プロレスからやってきたあのロス・リンゴ・ベルナ・ブレステ・ハポン武士真田組です。今ゆっくりと、おお、なんとこの武士のオーバーマスクは半分が紫龍のマスクになっています。これは武士からの挑発か、それとも春日林30周年の花向きか。そして今ゆっくりと、さらにゆっくりと真田が登場しています。お、カズ林が武士のオーバーマスクに気がつきました。そしてオーバーマスクの下からは今度は別バージョンの紫龍のマスクが現れました。初期バージョンと後期バージョン、これは心憎い演出です。武士そしてカズ林はこの武士の憎い演出に完全に火がついています。いや、マスクマンらしい、武士らしいパフォーマンスですよね。はい、そうですね。マスクの後ろ側にはグレートの文字も入ってますからね。あのオーバーマスクの方ですね。こういったオーバーマスクには演出を施すのがね、本当に武士選手は好きです。はい、まあ、でも考えてみたら、この真田選手と武士選手はあの無刀全日本の同期の2人です。はい、その頃にはもちろんその全日本プロレスにカズ林選手がいました。はい、いや、 やはりプロレス界わからないですね。そうですね、何が起こるか、つながって何が起こるか、はい、本当にわからないですね。このグレートのリング上でカズ林と武士と真田が再会です。うん、そしてその中でティーホーク、よっしゃ、
ドラゼキ交渉できるか、そしてグレートできるか。おお、さあ、ティーホーク対真田のマッチアップです。この中でどうでしょう、対新日本プロレス LIJ、はい、吉野さんがこのティーホークに期待することは。そうですね、まあ、ティーホーク選手、こう、なんて言うんでしょう、結構入りがね、いつもクールな感じからね、こう入っていくところがね、はい、うん、結構多いので、今日はどういう感じで行くのかっていうところで、まあ、クールといったら真田選手のクールですからね。そうですね、個人的にはこうスパートかけてほしい、ね、なるほどね、うん、ちょっとそういうところに期待したいですね。真田選手と違うところは、うん、ティーホーク選手は必ず感情がね、そうですね、爆発する瞬間がやってきます、まあ、そのタイミングが今日はちょっと早く来てほしい、ね、なるほどね、うん、こういったレスリング対決、真田とのクール対決は早々に切り上げて自分のペースで試合を進めてほしいと、はい、まあ、真田選手はね、このレスリング、真田のレスリングで相手を引きずり込んでいくのが非常にうまいです、はい、ネックロックからカバーに入る。こうやって見ると真田とティーホーク体格差ありますね。そうですね、真田選手でかいですね。大きいですね。ティーホーク選手も大きいんですけどね、はい、うん、ここは一瞬間を解いて武士にスイッチしていきます。さあ、ここで色めきだったのはカズ林です。手を出していく武士対カズ林。チリロックアップです。そのロックアップを仕込んでいったのはカズ。すぐに武士が入れ替えていく。おお、これに切れました。意外にカズ選手は、ね、劇場型ですからね、はい、切れやすいですよね。怖いです、はい、怒らせない。おお、さらに真田にもいい気合の入り方です、うん、まあ、やってね、はい、カズ選手を挑発していく武士選手というのは多分、うん、カズ選手が知っていた武士の姿ではないでしょうか。そうですね、はい、このコンビネーション普段それほど組む機会はないんですが、はい、ここはしっかりと2人力を合わせてグレートをアピールしてほしいですよね。そうですね、さあ、これは得意の逆水平チョップ。ティーホーク選手の逆水平は非常に強力です。重いですからね、はい、うん、それでいてスピード鋭さもあります、はい、あの一発で武士の動きが止まってしまいました。一発。さあ、固めてレッグドロップ、さらにロホに持っていきます。これは捕まってしまった武士。そしてしっかりと勝林はサラダを威嚇しています。ポカーブレイク。おい、こういった挑発も忘れませんっていう、はい、いいコンビネーションを見せてますね。そうですね、はい、はい、普段組んでないんですけどね。そうですよね、うん、まあ、今ね、バイクオーケストラもそうですし、はい、石田海人のユニットもそうです、はい、まあ、それに比べたらストロングハーストいわゆるグレート本体はそこまで憎しみ合ってないという、はい、そうですね、ライバルではあるけど、はい、
いがみ合った関係ではないですよね。ありみたいなね、はいはい、感じですね。レフリーです。コーナーに振っていく、足を出す、セカンドコーナー、リセット、ウィンドミルで立ち上がる、よし、そしておー、すぐに動いていったサラダ、ラウンド呼吸、さすが LIJ の連携です。あっという間に T4 カズ林の流れをストップさせました。早かったですね。早かったですね。決して慌てませんもんね。はい、ダブルチョップ、これはワンで返していきました。じわりじわりとカズ林の体力を削っていくべし、まあ、今のワンで返したのもカズ選手の意地でしょうね。意地ですよね。後頭部にエルボースタップ、苦しい一発、おー背中を引っ掛けました。最近やるんです、引っ掛ける、はい、サラダ選手のお気に入りの痛め技です、はい、この腕で引っ掛かれたら痛いでしょうね。嫌でしょうね。カズの意地の逆水平、今度はオーバーハンド、おー熱くなるかと思いきや冷静に低空ドロップキックです。いいタッグプレーを見せます LIJ。 さあネックブリカー、これもワンで返していく、うん、STF です。すぐにティーホークが入ってくる。さあ試合権利がないティーホークがここは奮闘しますが、これも武士に止められてサッカーボールを挑発していく、あの武士が挑発的なサッカーボールキックを叩き込みました。ああ怒りのティーホーク、おーおーおー、 T シャツを破り捨てました。火を捨てたのは武士、逆水平チョップ、さあこれが吉野さんが求めていた、はい、ティーホークの姿です。はい、こういう時に冷静に入ってくる真田、うん、あっという間にティーホークを鎮火させていきます。そして相手は勝林、真田選手はしっかり状況を見てますね、リング上のね。本当に視野が広いと言いますか、そしてすぐに武士も戻ってきます。後ろに忍び寄ってニーリフト、グラングメイヤーからチンロックです。ちょっとカズ選手長く捕まってますね。そうですね、関係性は悪くないんですが、やはり即席タッグチームということで、コンビネーションというものが難しいですよね。そうですよね。で、あとやっぱりスタミナ的なところでね、どうしてもカズ選手長時間捕まってやっぱりしんどくなってきますからね、はいはい、うん、それに対して LIJ の2人、武士真田はアイコンタクトすらいらないような抜群のコンビネーションを誇っています。コーナーパッドにコンプリートショット、ティーホークが手を伸ばしています。さあやっと解放されたカズ林、ここティーホーク頑張るとこですね。そうですね、一気に行きたいですね。これはすぐにサラダが入ってくる、ちょっと熱くなりすぎたか、ティーホーク、もうすぐ捕まってしまいました、はい、コーナーホイップ牛が来る、だがかわしてテイクロックキック、今度は牛がショルダータックル、ハンマースローを切り返すが、おーカウンター、叩き落としましたね。
さあここでティーホークの爆発力、うん、ここからですよ。まだまだこんなもんじゃないですからね、はい、まだまだまだ。さあ狙いはコーナーにもたれかかるブッシュ。あれこれも読んでいた。力で押しつぶしていく。ブシ逆水平チョップ、狙い方が避けてしまいそうです。さあもう一発、とんでもない威力です。打つたびにねパワーアップしていきますよね、うん、高い力が増してますね、うん、武士の胸板が真っ赤です。ティーホーク選手どこ見てるんですね。ここら辺です、この辺です、はい、はい、抱え上げて、これは武士がバック一口、バックエルボー、ロープに飛んでいくが、ショルダースルーは見ている。うい、もう一発。さあうなりを上げるドロップ、あーだがこれは武士の得意のドロップキック、ちょうどロープから跳ね返る瞬間を狙うんですよね。ただ武士選手の胸板もかなり赤くなってますね、これね。相当人気、もう内出血、内出血がねすごいですね。ここはサラダがいきます。少し力を使いすぎたかティーホーク、サラダには対応できない。いや動かす、体を動かしていくが、これもサラダに読まれて、さあこのグレートバージョン4東京ドームシティホールのリングでパラダイスロックを狙いましたが、これはティーホークが許さない。おお、うまい、エビ固め、それを潰していく。さあ入れ替えて、今度は手を取った、早いぞ早いぞ、高速パラダイスロック。これ昔にどこかで見たような気がしますね。どこかも何もないでしょう、はい、バッチリ覚えてるでしょう。ボンジョルナですね、はい、ね、もうね、ミラノさんが認めざるを得ないくらい、はい、今真田選手がこの技の第一人者です、はい、パラダイスロック、身動きが取れなくなった屈辱を味わったティーホークです。まあ見えてパラダイスロックはなかなか難しい技だそうです、はい、でもやったことない、やったことない、はい、やったことないです。よく外国人選手がね身を見まねでやるんですが、なかなかうまくいかない、そうですよね。その辺の極意を真田選手はしっかりと、はい、マスターしています。直伝ですか、直伝ではない、直伝ではないみたいです。さあ行ける、上げた、傾きましたね、パワーすごいです、はい、いいんじゃないですか、こういう顔じゃないですかっていう選手は。そしてカズ林も体力を回復させた。さあ行かせてくれと手を伸ばしている。ミールキックを叩き込むこのカズ林の動き、さあ来るぞ、ランニングエルボーパット、さらにライオンサルト、いやー元気ですね、元気ですよ、乗ってきましたね、アドレナリン全開ですね。バックを取る、さあここでブッシュを呼び込んだ、捕まった笠谷氏、サンドイッチドロップキック、畳みかける LIJTKO、 カズここまでか、肩がもう上がった、ここは LIJ 勝負に出ています。はい、いやーカズ選手もね相当気合入ってたんですけどもね、そうですね、おおまさかラウンディング、これは着地、暴れるカズ、バックを通ってロープに押す、ティーホークのインアッパー、そしてビッケー裏地獄、その後ジャックナイフに持っていった、おお、武士がレフリーの足を引っ張りました、
これは面白い。なかなか新日本プロレスのリングでもああいった武士のダーティファイトは見ることができません。今日は徹底してますね。敵地ということで。そうですね。うわぁ、レフェリーがね、まだ上がってこないですね。真田がミサイルキック、いい動きを見せますが、パズあのミサイルキックを食らっても止まりませんでした。さあ今やっとレフェリーが戻ってくる。これは和選手先に行きたいでしょうね。そうですね、ここで一気に押したいとこですよね。さあ力を振り絞る和選手、この2022年はデビュー30周年イヤー、まだまだグレートの一戦として、その一員として戦っていかなければいけません。ダメージの色濃い真田が立ち上がるのをゆっくりと、またおーパントキック、ファイナルカットをドラゴンスリーパー。さあファイナルカットいくか、行かせない、行かせない、ドラゴンスリーパー、もう一回戻そうとするが、マジック、今のはきついですね。さあブッシュが来るぞ、トペスイシーだ、まさに矢のようなトペスイシーダです。当たっていきましたね、教科書のようなね。はい、固めて、カズが抜いた、サムソンクラッチがっちり固めた、カウントは2、諦めていないカズ林、エルボー、そのだローリング、掴んで掴んで、そのまま丸め込んだ、カウント2だ2だ2だ。さあ今度は真田がおコーナーブリッジをフェイントに使ってのドラゴンスリーパー、ブッシュのコードブレイカー、そしてラウンディングボディープレス、これは真田からカズへのギフトです。スカルエンドに行くかと思いきや、最後はラウンディングボディープレス。この技に真田のカズ林に対する心が見て取れます。いやー、なかなか新日本のリングでもラウンディングボディープレスまでは出さないんですけど、はい、とっておきの技ですよ。もうこれは、まあ、武士選手の、ね、入場のマスクといい、まあ、最後の真田選手の、ね、ラウンディングボディープレスといい、2人からのもうメッセージと取っていいんじゃないでしょうか、はい、言葉少ない2人なんですけども、はい、技が雄弁に語っていましたね、はい、あそしてね、この無双全日本でデビューした同期の2人、このグレートのリングでカズ林と再会、そして吉野さん、はい、今日から5日後にはその武藤敬司選手が引退をされるという、はい、引退はまだですね、あ新日本ラストマッチ、ね、引退が2月ですね、はい、2月ですけども、はい、引退をされるということで、はい、新日本ラストマッチに上がるという、はいはい、何かつながって、なんだなんだなんだ、まさかグレートでも、グレートでもレフリーにダメですね、内藤哲也の悪いところが、はい、あのロスインゴベルナブレスハポンの皆さんは、はい、結構 レフリーを襲いがちなんですよ、はい、しかも勝った後に、あこれがね意味不明なんです、はい、まあ、とりあえず解説席にはね来ないでいただきたいですね、はい、解説をね、はい、襲うことはないですが、はい、解説席に何かを要求することはたまにあるんで、あ、いやでもいいものを見ました、はい、このグレートのリングで武士真田がカズ林と思いっきりプロレスをしました。
第10試合、本日のメインイベント、 G プロレスリング G レックスチャンピオンシップ60分一本勝負を行います。チャレンジャー石田海人選手の入場です。幕を閉じます。正真正銘の2022年グレートオサメメインイベント G-REX 選手権試合の始まりです。チャレンジャー石田海人、今リングイン、挑戦者の証、このチャレンジャーメダルを口にくわえての登場です。最後に赤コーナーよりチャンピオンエル・リンダマン選手の入場です。守りきれるか、初代 G-REX チャンピオンの登場です。今年の2月、初代王者決定トーナメントに優勝し、エル・リンダマンは G-REX 王座のベルトをその腰に巻きました。そして今に至るまで、田村隼人、クワイエット・ストーム、入江茂弘、井口哲也、アンドリュー・カーン、同期伊藤孝則と6度の防衛に成功。今宵の石田海人戦がチャンピオン7度目の防衛戦になります。 V7 戦です。の絶妙な距離感、触れそうで触れない、触れたら爆発しそうな、この緊張感です。さあ吉野さん、はい、まあ、この2人はドラゴン流と時代ほぼ同期ですね。そうですね、リンダマン選手が少し上になるんですかね。1年ぐらい先輩ですね、はいはい、でも同い年、ともに27歳です、はい、そんな2人が、うん、またもやこのグレートのリングで再会し、はい、本当に何があるかわからないですね、それを吉野正人さんが解説しているという、はい、それも何があるかわからないですね。そして今日のこの名イベントも何があるかわからない。
さあこのチャレンジャーの証のメダルを返還しました。エル・リンダマンが勝てばこのメダルを首にかけることができます。石田海斗が勝てばメダルの代わりにその腰に G-REX のベルトを巻くことができます。おや石田海斗のセコンドにフラミータ・ユータに、そしてグリンゴロコ、やはりグリンゴロコは石田君ですね。ってことはつながったということですね。アゴナチャレンジャー175パウンド、石田海斗。石田海斗なりのグレートを見せ捨てる、その宣言しました。そのためにもその腰に G-REX のベルトが必要です。自身の不在時に起きたグレートの大事件、それを収めるのはチャンピオンのエル・リンダマンしかいません。この石田海斗が石田軍団を結成した 11.23 後楽園ホール大会、あの時エル・リンダマンは新日本プロレスのスーパージュニアタッグリーグに、はい、エントリーしていたので、はい、いなかったんですよね。そうですね、不在でしたね、はいはい、そしてその不在のリンダマンに石田海斗は挑戦表明をしました。でもやはりフリーになってこの新しい戦いの地をグレートに選んだ石田海斗ですが、はい、もう様子見なんかしませんね。そうですね、もう一気にもうグレートの頂点にね、はい、もう駆け上がろうっていうね、はい、実に石田海斗らしい。でもこういう手段を取ってくるとは私は正直思わなかったんですけどもね。僕も思わなかったですね、はい、そしてこんな仲間たちと裏で通じていたとは。今日の時点でもグリンコロコというグリンゴロコというね新しい仲間が増えてしまいましたから、ね、インターナショナル色の強いね、はい、問題が出てきましたね。ここでまずはね、はい、エル・リンダマンがこの勢いを一つ止めてですね、はい、まあ、調子に乗らせたくないでしょう。さあロックアップ力が均衡しています。サイドヘッドロックに取っていったチャンピオンです。吉野さんはこの2人の戦い、はいはい、どう読みますか。正直過去にねこの2人のシングルというものもその見た記憶もあまりないですし、はい、まあ、実際ちょっとあったのかもねわからないですけど、うん、まあ、新人時代でしたからね、あの当時はね。そうですね、もうでも2人とも若手っていう意見はねもうあっという間に出しましたからね、しましたね、存在感を増してまいりました。そうなんですよね。で特にこのエル・リンダマンはやはりストロングハーツもそうなんですが、このグレート、はい、グレートに入ってグレートのベルトを巻いて何かやはり責任感といいますか、そうですね、もう俺が引っ張ってるというのはね、レスラーとしても人間としても一皮も二皮も向けた感じです、はい。そして何といっても他団体にも積極的に参加してね、はい、参戦して、はい、あの新日本プロレスベストオブザスーパージュニア、はい、スーパージュニアタッグリーグ、はい、場数も踏んでまいりました。そうですね、この経験値っていうのはねものすごく大きいですからね、はいはい、エプロンを使ってさらにはトペコンヒーロー、まずは一発大きい先手を打っていきましたエル・リンダマンです。まあ、それに対して石田海斗選手の方はまあフリーになって、まあ、一応グレートということで、はい、まあ、本当にそのエル・リンダマンが一つ、まあ、ジャンプアップするきっかけとなったこのベルトというものを、まあ、自分が欲していると言いますか、はい、ここにでもこのビッグマッチの、ね、メインイベントにたどり着くのも早かったですよね。早かったです。だここで一気に初挑戦でベルトを巻かれてしまったら、はい、もうどこまで調子づくか、はい、分かりません石田海斗。もう下にもねこれだけのメンバーが控えてますからね、うん、リングサイドにも、手すな手すなほら、
今のエルリンダマンの態度を見る限り、石田軍のメンバーがセコンドに着くことは想定内でしょう。あ、でもエルリンダマン選手もね、今年東京スポーツのねプロレス大賞技能賞を受賞してますからね、はいはい、勢いだけではない、現地だけではない、はい、しっかりとそれが技術に裏打ちされたものだということを評価されたわけですよね。業界にも評価されたということですからね。そして団体の垣根を越えて何人もの選手がやはりエルリンダマンと戦いたいと、はい、注目される存在になりました。生かすかこれ。お願いでから行くぞ。さあここで石田海人エルリンダマンを止めていきました。上を制するのはリンダマンか、それとも石田か。ボディブロー、やはりリンダマンが上を制するか。これは当たらなかった。あっと、今の低空ドロップキックはドンピシャリでした。タイミングバッチリでしたね。膝もそうですが、ちょっと太もものあたりを気にしています。ここは距離を取るが、ちょっとコーナーがね、そうですよね、石田軍のコーナーですからね。インターバルを取る時間を石田も与えてはくれません。そして狙いは定まりました。このエルリンダマンの右足です。マットを使ったらいいクラッシャー。これは石田海人じっくりもエルリンダマンを痛めつようという、はい、固めていきます。後ろ足をリバースのインディアンデスロックのように固めていきます。ここはもう石田海人選手に締めればじっくり時間をかけて、そうですね、痛めていくという感じでしょうね。リンダマンの足を殺していこう、はい、そしてリンダマンは足を痛めつけられればられるほど、うん、らしさを失っていくと思います、うん、あの小気味のいい動き、機動力、はいはい、今のもえげつない、うん、どうしたほら打撃が、これ踏ん張りが効かないのか、体重が乗らないですよね、やっぱりね。みんなお前のペースちゃうぞ、これ。なんだこれ、これわざと怒らせてますね、挑発してますね、してますね。なんとかこのリンダマン選手のね、冷静さをこう崩そうという姿勢が見えますね、はい。リンダマン選手もね、結構試合中には言葉を使ったり態度を使ったりして相手をカリカリさせて、はい、その隙を伺ったりとか、はい、してるんですが、今日はそれを逆に石田海人にやられています。どん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 エルリンダマンの良さが削られていく。それは石田海人にとっては狙い通りです。さあ次次次、ちょっと遅れた。さあどうするエルリンダマン、両足を出したが捕まえた。っていうところですよね。そうですね、こういうのなんですよね、はい、一発返せても、そうなんですよ、そこで止まっちゃいます、はい、畳み掛けという部分ではかなりハンデを負っています。そうなんです、タッグマッチとかだったらね、パートナーにタッチできるんですけど、はい、やっぱそこがね、できないのがシングルマッチなので、やはり石田海人もそれは分かっていてやってるわけですよね、はい、だからああいった一点集中攻撃も試合運びの一つになります。はい、ただリンダマンがその痛みを乗り越えてくれば話は別です。うまそう、これは見ていた、一本強い DDT。
カバーに入る。さあ少しずつ少しずつ時間を使ってこの膝の回復を図ります。エルビンダマン攻めながらちょっと右膝のね、あの回復を待ちたいところですね。はい、うん、さあこれはクマ殺しいけない大技を狙ってエルリンダマン、これは誘われた。エプロンサイド痛い、さあ場外戦ではなく石田海人がエプロンから狙っている。危ないぞ、これは切れますよ。あれもう下からの蹴り上げが、はい、はあ、切り裂くようなサッカーボールキック。いや、あの石田選手とね、はい、水津選手の蹴り合いもすごかったですね。すごかったですね。もう放送席にバチバチ伝わってきましたもんね。全身の骨がバラバラになっちゃうんじゃないかというような、はい、蹴り合いでした。さあ場外で、おお、場外で痛めつけるようなことはしません。すぐ戻しましたね。セコンド陣も動きません、ね、動かないですね。そこがまた不気味なところでもありますけどね。プレッシャーにはなりますよね。いるだけでね、はい、気になるんですよね。やっぱり目に入るんで、そう視界に入るんですよね。そうなんですよ。おお、さあ正面から、おそらチャンピオン、これ見事に鍛え抜かれたこのエルビンダマンの筋肉、もちろんこれが鎧にはなっていますが、それを貫くかのような石田海人のサッカーボールキック。捕まえた、捕まえてエルボー、切り止めた、痛くないね、キック、これは痛い、だが後頭部を掴んでヘッドバット。さあリンダマンも痛みに耐えて攻めるチャンピオン、張った、危ない、掴んだ、バックを取った、膝を打った、先頭も読まれて、サッカーボール、だがリンダマン立っている。うわ、喉、喉突き上げましたね、下から、はい、はい、喉を打ち抜いて、もう顎をかち上げました。その前の石田海人の攻防も素晴らしかった。はい、読んでましたもんね。エルリンダマンの動きやっぱりかなり研究してます、研究してますね。まあただの勢いでベルトに挑戦したのではなく、しっかりと勝算を持って、今回のエルリンダマン戦、はい、まあ、石田選手もね、リンダマン選手 もう実力はもう分かってますから、はい、はい、口には出さないものの、それは分かっているはずでしょう。諦めないリンダマン、これがね、柔道をベースに持っているリンダマンのうまさです。数々の投げ技からこういったサブミッション腕十字に持っていくことができます。またパワーがありますからね、小さな体にね、パワーが、おアンクル、いや、裏、アキレス、足を取る、足を取る、捕まえる、捕まえる、捕まえる、踏ん張る、踏ん張る、逃げる、逃げる、逃げる、それを、よー、後頭部、首、セカンドロープ、打ちつけましたよ、今、ジャーマンスープレックスをぶっ殺しで狙ったのか、それとも、鼻からこのセカンドロープに、たたきつけるつもりだったのか。今の角度は狙ってそうでしたけどね。吉野さん、これワイヤーですからね、ムチ打ちみたいになりますよね。プロレスラーの体でぶつかるからしなるんですが、うん、まあ、今の動きは予想してなかったと思うので、はい、中身はワイヤー、それを硬質のゴムで覆ってるだけです。首へのダメージは甚大です。さあここで石田海人がピンチに陥った、ピンチに陥ってからの石田海人がどう戦うのか。今度はエルリンダマンが痛めた後頭部、首筋のあたりに攻撃を集中させます。石田力入ってないですね、やっぱりさっきのロープが効いてますね。逆にチャンピオンエルリンダマンの方が息吹き返してきましたよね。
ち勝てない打ち勝てない石田海人、さあリンダマン勝機を見ました。ロアキック掴んだ、エルボースタップ膝頭捕まえたバックエルボー、ローリングエルボー、もう一発深く入ったローリングエルボー、一発でノックダウンか、石田海人返せるか、カウントは2、リンダマンが行く掴む、これも読んだ、バックを取った、バックドロップ、石田海人立ち上がるがエクラリアと武藤顔面いやーうっくー垂直落下スティブレインバスター、決まるか、肩を割れる、意地の攻防ですね、一瞬たりとも気を抜いたら畳みかけられ持っていかれますね。いやー、そしてその攻防を打ち勝ったのは石田海人、だがもちろん石田もかなり消耗しています。ローキック忘れていません。もちろんチャンピオンの方もなりふり構っていられません、はい、コーナーへのスープレックス、石田海人に大ダメージを与えましたが、チャンピオンエル・リンダマンもすぐには動けない、今やっと先手を取る、本当に上から諦めません、行ったからには有言実行、上から行くぞリンダマン、だー行ったが当たりませんでした、足を払われた、そして丸め込む丸め込む、上田リンダマンカウント2、バソキックゲーリーザトレグズレラチル壊した、バッコン早いビッグジャンバンスブラックソールド早い早い、うわカウント2、一瞬自分が何をされたのか、はい、のんけに取る暇もないぐらいのね、はい、はい、スピードでしたね。さすがの2人、このコルクチからエルリンダマン、この強さですよね、体のジャーマンのダメージ色濃く残る中、石田海人も踏ん張っています。やはりこの蹴りがうなりを上げている、うん、投げたいリンダマンと蹴りたい石田海人、リンダマンが下から石田海人を強引にパワーボムのように抱え上げようとしますね、うん、全身の筋肉が隆起しています。全身の力を使ってエル・リンダマンが立ち上がる、石田海人を持ち上げる、あー投げ捨てパワーボム、終わりだ石田、クマー殺し、まだだ、あーカバーに入った、抜いた抜いた抜いた、それをもう丸めた、すごい、そうですね、裏当てで戦果止め、ジャーマンで投げ捨てられて終わるかと思いきや、はい、石田海人は諦めていません。勝利を確信していたがエルリンダマン、ここに来て大ピンチです、遠いロープが遠い、離された、うわ抜いた、バックを取ったジャーマン、ジャーマンスープレックスホイップ、負けられないエルリンダマン、7度目の防衛戦、そしてグレートに来て初挑戦、あと一歩というところまで、T-Rex王座にあと一歩というところまで迫っている石田海人、仕上がる石田を、
無理やり無理やりぶっからいた。これがエルディオ返しましたね。今のは決まったと思いましたよ。パーフェクトでしたよね。はい、リンダマン選手もねよくあの足の、ね、ダメージの中投げ切りましたよね、はい、完全に壊されるまでには至ってなかったということでしょうかね。さあならば取っておき、これは取っておき、この技を仕掛けられて返されたら後がない。なんだ横にしても指固め、カウント2。さあハイキックも読まれたが、これは読まなかった。さあ考えてみたらこの2人共にタイガースープレスホールド、はい、フィニッシュホールドにしますね。はい、後ろ選手はハーフタイガーですね。よく使ってますね。後ろから痛めてる足を狙っている。さあエルリンダマンはタイガースープレックスホールド、このダブルチーウィングを狙ってくるところ石田海人がしっかりと力で振り抜いていく。ならば石田回転して、あサイドに落とした。ここに来てこのパワー回しましたね。湧き上がるこのバイタリティ、この元気が、この元気の源がエルリンダマン、タイガースープレックスホールド決まった。すごい試合だ。すごい死闘です。いやもうこれどっちが勝ってもおかしくなかったですね。本当に紙一重です。紙一重です本当。いやよく守りましたよエルミンダマン、はい、正直あの後楽園ホールの、ね、事件を見て、はい、まあ、今日という日を迎えて、はい、もう誰も石田海人の勢いを止めることはできないんじゃないかと思っていた。いわゆるその時代の流れも石田海人を後押ししているのかと思いきや、はい、しっかりと力と技とそして責任感でエルリンダマンは止めてみせました。グレートを守ってきた意地をね、見ましたね。これで初代 G-NEX チャンピオンエルリンダマン7度目の防衛に成功です。この石田海人の行動や言動に対して今回このタイトルマッチで負けたら自分のやってきたこともストロングハーツがやってきたことも全てが否定されるのではないかという恐怖心を覚えたというエルリンダマン、はい、もう今のリンダマンにとっては過去の関係性など関係ありません。今を生きるこの今この舞台グレートのエルリンダマンが一番大切なのです。その今のグレートを見せつけて見事に石田海人からベルトを防衛してみせました。帰ってまいりました。エルリンダマンのもとに G-NEX のベルトが、そして敗れた石田海人はボロボロになりながら今リングを降ります。あと一歩というところで届かなかったこのグレートの頂点のベルト。あ、なんだ、あ、花道に立ちますね。仲間の肩を借りずしっかりと自分の足で歩いて帰ろうとしましたが、仲間の力を借りて今姿を消していきます。さあベルトを防衛していくとどんどん増えていく、はい、このメダル今日で7つですか。7つ目です。はい、いや強い初代王者ですね。負けない、負けないですよ。ここまで強いとじゃあ誰が次をというね、はい、そこも気になってきます、ね、気になりますよね。2022年このベルトとともに
まっすぐ、ひたすらまっすぐ、愚直に頑張ってまいりました、エル・リンダマン。リンダマンが勝ったぞ。しんどかった、強かった、しんどかったけど、 GX のタイトル取ってから思い返せばタイトルマッチしんどくなかった経験なんて一回もないわ。しんどいことをして、しんどいことをして、しんどいことをして、この先もしんどいことをして、それが GX だし、それがあったから GX のタイトルは輝いているし、リンダマンとしてこの今グレートのリングに立っている。これ言うためだけに立ったからちょっと座らせてもらいますけど、よし、まあグレートが始まってからもう2年目になりましたけど、俺は最初からずっと言ってきてるよな、他の他団体にどんどん喧嘩売っていく、宣戦布告していくってよ。おい、今日もまた一つ強くなった、どんどん強くなっていくリンダマンとグレートは、おい、見に来てんのかどこで聞いてるのかわからないけど、どこの団体のどんなやつでも俺たちグレートは逃げないぞ。おい、グレートは俺だけじゃないんだ、他の奴らもいる、他の奴らも全員ぶっ倒されたら最後にこの俺、ザ・グレーテストチャンプエル・リンダマンが、日本のプロレス界が、いや、トースポプロレス大賞選考委員が認めたこの技能で全員ねじ伏せてやっからよ。おい、今年に入ってからこのタイトルを持ってグレートの名前を広げるためにいろんなとこ出ていったよ。時には自分の団体のグレートの大会欠場までして外の試合に出ていって、それでも負けて散々恥かいてきたよ。チャンピオンとしてあるまじき行為、そんな団体を救ってくれた、守ってくれたのは俺以外のグレートのメンバーと応援してくれるお客さんですから、本当にありがとうございます。いつもメインのリングは勝者のみがグレートしようぜっつって締めることができるけど、今年に関しては周りの助けもあったからな。おい、グレートの所属選手後ろで聞いてるんだったら、出てこれる人たちみんなこのリング上で一緒にグレート締めしようじゃありませんかね、どうですか。出てこい。さあ出てまいりました60セカンド、福田選手もいます、伊藤選手もいます。グレートの仲間が勢揃いです。2022年のグレートはこの俺がベルトを持って中心に立って外にも出て盛り上げてきた。だけど俺がいない間も少しずつ頑張ってきてくれたグレートの所属メンバー、本当にありがとうございます。本当に感謝はしてるけど、勘違いしてほしくないのは俺たちは慣れ合いじゃないからな。おい、今こうしてメインに立ってこのグレートのリングで一番おいしいところを持ってってるリンダマンを蹴落とそう、引きずり落とそう、マイクを奪おう、そんな覚悟を持って2023年はこのリングで疾走感を持って戦っていってほしいよ。
年は仕事も終わって正月お休みシーズン、みんな正月餅食って田舎帰ってゆっくり休んだ方がいいよ。だけどな、世界中全員の人間が休んでも俺たちグレートはまだ近くに大会があるよな。1月8日大阪グレート初開催エディオンアリーナ大阪ビッグマッチだよ。こんなとこで気抜いてるわけにはいかない。全世界中のやつらが休んでも俺たちグレートだけはまだまだ踏ん張って年越えて気合い出していくぞ。いいか、これで終わりじゃねえからな。やれんのかお前ら。しっかり大阪まで走り切っていくからな。ということなんですけど、東京の皆さんの前で関係ない大阪の話して本当すいません。そろそろなんかみんなの顔を見ているとグレートをしようぜって言いたくなってる、そんな目に見えます。間違いないですよね。年内最後のグレートの大会、グレートしようぜで締めてもいいですか。知らない人いますか。グレートしようぜ、一応軽くおさらいさせてもらいます。すごい簡単なんで一回しか言いません。いきますよ。僕がみんなで一緒にと言ったら握り拳を下げてグレートしようぜのタイミングで拳を振り上げます。皆さんいいですか。皆さん拳の準備はいいですか。3階席もしっかり拳の準備お願いします。2022年ありがとうございました。グレート楽しかったですか。2023年は今年以上にみんなで一緒にグレートしようぜ。あれだけの激闘を繰り広げ、ベルトを守り、ボロボロになりながらもマイクで言葉で人の気持ちを鼓舞し、最高にグレートな気分にさせてくれる、それがエル・リンダマンというチャンピオンです。いやー、あのシーマ選手が舌を巻いたトーク力ですよね、はい、そうですね。まあシーマ選手もね、リンに任しとけば大丈夫と、はい、もうバックステージでも言ってましたからね。それはね、本当言葉でもリング上でも本当にその通りですかね、はい、チャンピオンであると同時に、チャンピオンであると同時にこの団体を代表するまさにエースと言っていいでしょう、エル・リンダマン。3年新しい年、まず最初にこのエル・リンダマンに牙を向いてくる相手はどこから現れるのか。そしてエル・リンダマンはこの GLEX のベルトどこまで防衛し続けるのか。とったて間違いなく言えることは、エル・リンダマンのタイトルマッチやどの試合であってもグレートしているということです。エル・リンダマンがグレートし続ける限り、周りの仲間もグレートし、そして見る者もグレートできます。ぜひとも2023年の彼らのグレートにご期待ください。さあ皆様、12月30日グレート戦い納めとなりました2022年12月30日の東京ドームシティホールグレートバージョン4、すべての試合が終了いたしました。
まあ、吉野さんは、はい、まあ、途中からね、はい、このグレートの仲間に加わって、そうですね、まあ、G プロレスリングの管理、はい、の方を始めましたけども、はい、どうでしたか、ここまでのグレートをこうやって生 で、ね、肌身で体感して、まあ、ちょっとね、引退してから1年ぐらいね、ちょっと業界を離れてたというのもあって、はいはい、ちょっとプロレスに、ね、疎い部分もあったんですけど、やっぱりこの会場の熱、そしてリングとこのお客さんのこの一体感という空気はね、やっぱりここでしか味わえないので、うんうん、完全にグレートさせていただいてますね、はい、一度ね思い返しちゃうとね、はい、またなかなか抜けづらいものはありますよね。そうですね、この快感にね、はい、はい、うん、やっぱりいいですよね、こういうライブでね雰囲気できるっていうのはね、はい、でその中で2月にチャンピオンになったエル・リンダマンが本当に、はい、この1年グレートを引っ張ってきたと思います、うん、はい、まさに本当にね、もうエル・リンダマンの1年と言ってもね過言ではない、うん、と思いますね、はい、でそんな中しっかりとシーマ選手やカズ林選手、はい、ベテラン勢も存在感を出して、で若手のね台頭もありますし、はい、ありますし、そしてリレット UWF の面々もしっかりとテーマを持って戦っています、はい、そしてさらにはグレート MMA という、お、今日は俺の負けや、でもな、おい、こっからが、おい、石田海斗の始まりじゃ、おい、俺はグレート来て、まだ2ヶ月じゃ、おい、見とけお前ら、こっからや、俺の見せ所じゃ、おい、今日は、ジンインフィニティ、G レックス取れんかったけど、おい、グレートのぬるま湯に使ってるお前ら、おい、多少はこれで気合入ったんちゃうんか、おい、でもな、もう遅いんじゃ、おい、俺らには新メンバーグリンゴ入ったんや、おい、俺らはオーストラリア、アメリカ、メキシコ、日本、その国のハングリー精神が集まってね、おい、まずは 1.8 エディオンアリーナ大阪、そこで俺らのチーム名発表したろやんけ。Esta noche, esta noche perdimos. Ishida, no pasa nada. Porque esto apenas está comenzando. Today, there, we took a long, long loss today. But you know what? The entire wrestling world of Japan found out exactly who Gringo Loco is. We are here to put everybody on notice exactly who we are. And we have big surprises in store for you. こういうことや、おい、こっからが、おい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 、石田、おい、待って待って待って、なんじゃこれ、おい、グレートのリングめちゃくちゃにするわ、好き放題やるわ、おい、それで今日一番大事なところで石田負けたな、おい、今日は俺は勝ったよ、勝ったから言わせてもらうよ、石田海斗、俺はしつこく行くぞ、俺と戦ってくれよ、おい、もう一回やらせてくれよ、石田ガイド、おい、ああ、はい、今日の12月30日グレートの大舞台のメインにも立てへんやつが、おい、何がお前メインで負けたやつに何を口こえとね、これ、あ、俺とやりたい、ああ、ええやんけ、俺ええこと覚えてたぞ、 GLX 負けたばっかやけどな、おい、 1.8 エディオンアリーナで、あ、ランブルかあるやろ、おい、はい、それの先発で俺とお前からスタートしたってもいいねんぞ、やる勇気あんのか、これ、やってやろう、おい、それ一番好都合だよ、おい、俺1対1やりてんだよ、あ、やったるぞ、お前、やったるぞ、おい、あ、ほいや、置いとくぞ、お前、簡単に帰れると思うな、これ、ふざけんなよ、言ったな、おい、帰れ帰れ、いらん、おい、これ見たら分かるやろ、あいつがどんだけ中途半端か、おい、絡んでくるならとことん絡めや、話終わったらそそくさ帰ってよ、おい、おい、 1.8、 おい、俺からしたら好条件じゃ、おい、おい、いずち、お前が来るならとことんやったのか、おい、お前ら1月8日ランブル、それから俺らの新チーム名の発表楽しみにしとけ、以上じゃ、これ、全然まだまだやる気満々ですね、はい、はい、全然あの口が衰えないですね、はい、はい、あれだけの戦いをしているのに、うん、あの闘志を見せられるというのは、はい、さすが石田海斗だと思います、はい、まあ、気になることも言ってましたもんね、 1.8 でユニット名発表と、はい、はい、
もう今のところ我々もどう呼べばいいのかと、悩んでいたんですが、ついに正式名称が1月8日の大阪大会で発表される予定です、はい、そしてさらにランブル戦のトップバッター同士で、はい、伊豆志哲也と石田海斗が激突して、うん、もうどっちも優勝する気満々でしょうから。そうですね、優勝したらジーレックス挑戦ですよね、はいはい、だからこれはもうサバイバルマッチですよね、はい、2人にとってめちゃくちゃ過酷な戦いになりそうですね。うん、もうなんかね、井筒選手はもう石田選手しか見えてない感じですもんね、今はね、はいはい、でも何人も本当にランブルを勝ち抜くということはそれだけ大変な、戦いとなるでしょう、はい、そして、まあ、石田海人選手もアピールしていましたが、グリンゴロコ、はい、これは強力なメンバーですよ。いきなり初来日でね、いきなり石田軍入りでしょう。もう吉野さんも腰が浮くぐらいのすごい技使ってましたからね。びっくりしました、飛び上がりましたよね衝撃で、はいはい、あのグリンゴがあっという間に、はい、まあ、石田軍かっこ仮に入ったかと思うと、はい、コネクションはどんどん増えてきそうな予感がします。そうですね、まあ、本人もね言ってましたけど、オーストラリア、アメリカ、メキシコ、日本ね、はい、インターナショナルになってきましたから、はいはい、そういったものをやはり石田選手狙ってるんでしょうかね。狙ってるでしょうね、うん、アンテナを張れば張るほどどん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 未知なる競合が引っかかる今の時代の世界のプロレスですから、はいはい、まだ見ぬ競合というものがね。そうですね、ハングリーな、ね、はい、選手が集まってるということでしたから、引っかかってくるかと思うとちょっとこれ見るものとしては楽しみですけども。そうですね、はい、ストロングハーツや本体、うん、そしてシックスティーセカンズにとっては脅威ですね。脅威ですね、うんうん、さあ果たして最速でまた、まあ、石田海人の方がこのエルリンダマへの挑戦権を手に入れるのか。もちろん伊豆も黙っていませんし、はい、もしかすると、今日発言しなかっただけで、はい、虎視眈々と狙ってる選手も出てくるでしょうからね。そうですね、この選手がっていう選手がね上がってくるかもしれないですからね、はい、はい、さあ果たしてどんな23年になるのでしょうか。で吉野さんとしてはどうでしょう、はい、これあちょっとさあいい雨だ、よっしゃ、素晴らしいよ、時間あつね、2022年最後もしっかりリンダマンがジルクス防衛して締めたぞ。だけど12月30日2022年、うん、ここでブレット終わらないですから。いや終わらない、年を超えた2023年1月8日、はい、大阪、はい、僕たち初進出、エディオンアリーナ、おー大阪大会、そこまでビッグマッチ、僕たちブレットぶっちぎりますから。せやな、あのリング上であのリンがマイクするまで俺この後も暴飲暴食しようかと思ったよ。すいません、もうちょっとあもうちょっとやな、もうちょっと待ってもらって。まあね、大阪では G レックスのタイトルマッチはとりあえず決まってて、挑戦者ですよ、挑戦者、グレートランブル、うん、大阪の試合でグレートランブルバトルロイヤルをグレートの選手から、もちろん我々も行くよな。当たり前ですよ、ランブル入らせてもらうでは。行くよ、まあ、慣れ合いじゃないですから。当たり前や、もう誰がストロマイズを来てもね、はい、もういくらでも恨みっこなしで、おいなし引っ張るから、初めてのおいねビデオ悪いな、おっしゃしっかりおいね、ストロマイズ盛り上げてやりましょう。声出しあり大会やし、そうだ出た、そしてでも山村からも、おら、もしかしたら何かしら発表あるかもあるでしょ、まあるかもしれないですね。何いや、それちょっとまだグレート式だね、グレート式で、それはグレートツイッターも教えてくんないから、俺たちのお知らせを。いやでもそれはね、山村の発表あるかもしれんし、はい、G ランブルも、おっしゃ、はい、G レックスタイトルマッチもあるかもわからんけど、うん、残念ながらストロングアーズのメンバーとしてそこに鬼塚一世はいないから。俺らはでも T、はい、いつでもそんなもんやからよ。あの、鬼塚一世叩き落としたるわ、女の子らは。いつでも変わってこい、女の子。まあ、シーマと一緒だ、お前。お慣れじゃねえんだよ、リーも言ってたけどよ、ね、なあ、そりゃそうだ、まあ、彼なりの覚悟を持って あの発言をして、で負けたわけですから、うん、俺たちの対角戦、対角コーナーに立つんだったら、うん、きっちりストロングハーツのやり方で、あいつもよく知ってるストロングハーツのやり方で叩き潰してやるからな、ほら一番行くかな、俺が。よしってな感じで、はい、まあ、まだ2022年、はい、ひとまず終わったけど、はい、23年1月8日から戦いは始まるから、よし、山村もしかしたら鬼塚の件は複雑な感情かもわからんけど、うん、そんなもん関係ないから、まあ、そうですね、ああ、はい、やるだけいい子や、行きましょう行きましょう、まあ、とりあえず、ああ年内は、yes、とりあえず終了、2022年、はい、本当にありがとうございました。2023年は今年以上にグレートしようぜ。
こちらも元気ですね。元気ですね、はい、なんかもう割り切ってましたね、鬼塚選手のことね。そうですね、まあ、鬼塚選手がまあ言い出したことなので、そうですね、まあ、それを尊重してると、はい、いうことです。みんな、はい、未来に向かってしっかりと歩み始めてきています、はい、さあ今画面の方には今後の主な大会情報が出ています。2023年一発目は何度も言っているように1月8日エディオンアリーナ大阪第2競技場でございます。ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。さあということで、そろそろお時間の方がやってまいりました。まあ来年はねもっともっとね、はい、本当大きくなっていくグレートの中で、はい、まあ吉野さんのね、はい、手腕にも、はい、期待される部分が多いと思うんですよ。コミッショナーとしてね、はいはい、いい仕事ができるように、はいはい、頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、そしてあのルイージプリモ、はいはい、もう今ね本当、ピザの CM 出演絶賛募集中でございます早い者勝ちです、お問い合わせはグレートの方によろしくお願いいたします、はい、いい仕事しますよ。さあということで、はい、本当にお別れでございます、今年1年、グレートを応援してくださって誠にありがとうございます。2023年も皆さんと一緒に思いっきりグレートしたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それではこれでお別れとなります。皆さん、はい、良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。